はい、えー、それではですね、えー、本日の、えー、と合格答案作成講座民法の第1回の講義進めてまいります、えー、合格答案作成講座は全、えー、科目7科目ですね、えー、進めていて、まあ、民法から順次進めていきますが合格,も合格目標というかねあの到達目標としてはこの合格答案作成講座の中で、まあ、一般的に予備試験法科大学院の、まあ、奇襲者試験であったりとか、まあ、と答案ですね論文にかかる、えー、試験について、まあ、網羅的に、えー、しっかり扱っていくという内容になりますで特に問題数非常 非常に多いででですが、えー、できる限り、えー、毎回のの講座の中でたくさんの問題を解いていって、かつ、あの答案構成ですね、えー、講義の中では、えー、実際問題が出てきたときに民事系であれば主張反論を組み立てて、でそれで適切な、えーまあまあ、解放というのかな、えー、そこまでたどり着く、候、ま、補、あ、系も刑事系もそうですけれども、ある程度問題を見たときに、まあ、方針を立てていくって必要があるわけです、でえー、実際その辺のものというのは、インプットでしたものとアウトプットで実際に書いていく中で全然違ってくるんですよね。でですすので、えーまあ、民事系から入っていきますけど各科目につい 論文式試験で問われるような考え方、そこをできる限り解いていって確認するという講座になります。で基本的なテキストとしては、この問題集ですね、えー、合格とは作成講座問題集に沿って進めていきますが、えーまあ、大体1回の講義の中で6問から7問のペースを予定しています。ですので、第13回、第14回は予備試験の過去問という形になりますが、第12回までの間に、この1第1問から第1部にかかる問題。 えまあ一つあの目安として言うとここに書かれている問題すべてえー網羅的に答案構成ができていればえまあ一般的な予備試験であったりとか法科大学院の奇襲者の難関え試験ですねについてはほぼほぼえまあ差をつけられることはないという感じですで逆にここに出てきている問題は完璧に網羅していてそれ以外のものが出た場合には現場思考型の問題になりますので実際にまあ知識や論述という形で必要なものについては十分だと思います特にえどんな試験もそうなんですけれどもえ旧司法試験 えですね、今、司法試験が現行の司法試験始まったのが平成18年からなんですがそれ以前には旧司法試験という問題です、ねえー、がなされていてその旧司法試験の中で予備試験の問題と非常に類似する問題がやはり出ているので、まあ、旧司法試験の問題の中で必要なものについてはある程度網羅しなきゃいけないでその網羅する意味でここに使っているテキストではその辺のところはある程度見ているということになります。で基本的ににははは進め方は、えー、講義のののの中でで、えー、この実際問問題についての答案構成を、えー、まあ各で7回7問から7問 問前後ですね進めていくことになりますが基本的に今日は初回なので全然大丈夫ですが予習として問題に目を通しておくということはしていただけるとありがたいかなと思いますで実際今日初めて答案を書くというケースの方もいると思うんですよなので今日は一緒にまあ答案構成という形でまあ作っていきますこんな感じでまあ答案構成という形を立てていくんだなというのをまあ実際にやってみて次回以降はそれに習う形でまあこういう感じで書くのねみたいな感じで答案構成していただければと思いますで基本的にはは問題としては指定とししてて指定 7問前後を指定してで予習の段階ではあのやっぱ人それぞれね変わりますから少なくともやってほしいことは読んでくること問題文をとりあえず読んでえまあできるかできないかということを考えていくでもしできそうだなと思った場合には答案構成という形であの実際、答案だったらどういうことを書くのかなみたいなことを自分が分かるように書いてきてください。例えばとあの い,ったいわゆる論文の答案みたいにきちきち全部の規範書いたりとかその必要はないです、えー、規範を書く必要はないのでその実際に自分の中でどういうふうな答案構成を立ててで判例の言い回しをもし覚えてるんであればそのキーワードだけちょこちょこ抜き出すとか、まあ、そういう形で自分で答案を作る前段階として、えー、やっていけばいいですなので1問あたりの平均としては15分でいいです予習は。 えなので1問に対して30分とか40分とかね場合によっては1時間調べ物をしてっていうやる類のものではないのでえもう予習段階で15分で出てこなかったという場合にはもう次行っちゃってくださいで次行って講義の中であ,あそうなんだって,言って復習した方がよっぽど効率がいいのでまあ実際に手がつけられた問題については答案構成つけられなかった問題については手をつけられなかった旨を押さえておけばいいですで講義の中では答案構成かけていきますので,でその中で自分がまあ曖昧だったところ間違ったところえとかについてはまあそこで修正かけていく。答案構成を自分で赤入れして ここは気づきなかった、ここなんか違ってたみたいな形で、赤入れをしていくという形になります、で実際に重要な問題については、実際に答案を書いていくということになりますので、でこちらについてはまた、えー、追って説明していきますが、まあ、全部の問題、起案するのは大変だと思いますから、まあ、今回、起案するに値する問題については、えー、第何問、第何問については起案した方がいいですよという形で、えー、実際に、えー、指示を出していくという形で、講義を進めてまいります。 では、えー、早速ですけれども、えー、今日の講義ですけど、一番最初、第1問からやりたいところなんですが。まあ まあいつもの民法の、ね、パターンで第1問というのは大体、抽象的な問題だったりするわけですよね。ですので、まあ、ある程度実践的な問題として今日はやっぱり意思表示からなのかなという気はしています、えー、まあ意思表示をはじめとする意思表示代理のあたりのところを、まあ、民法の最初のところの復習も兼ねてやっていくという感じでいきましょうでは早速ですけれども第3問ということで、まあ、初めて事例問題解かれる方もいると思いますのでまずまあ問題を見て しっかり設問の問いに答えるというイメージなんですね、大切なのね A が代理人 C を通じて B から土地を購入したが、A は自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をして、そのまま数年を経た、でその後、C は D から借金をして、その土地に定当権を設定した、右借り入れ債務の不履行のため、その土地は競売され、E が経落したという状況です。 でまずえ最初に、ね、これをパッと見たときに一応、答案構成を書く前提としては人物関係図みたいなものは図表として最初に書いておくといいです。で特に予習の段階で1回目だからあれなんだけど手がつかないときは人物関係図だけ書いておくといいあの人物関係図ってな何って話だけど例えばこういう話です A が代理人 C を通して B から土地を買ったんだから、まあ、A が本人で C がいてこの人が代理人で,で B との間で、まあ、売買契約を結んだと、まあ、こういう感じですよね。 一応、だから代理人を絡んだ問題で C が A が本人で C が代理人で,で代理人が B を投じて土地を購入したんだけれども A は自己名義をするのを嫌っていて登記名義はなぜかこの人になっていると登記名義が C の登記名義になっているという状況ですね一応、これは売買契約が一応成立はしているわけだけどねでそのまま数年を経ていたでその後 C が D に対して借金をしたとえまあ実際にまあ借り入れって感じですね。 借り入れ債務を立ててでその後、この登記ですよね、えーと、定当権が設定されましたという状況ですよね。まあ、実際にこの,、えーまあ、この土地ですね、本件土地で定当権が設定されていると、で右借り入れ債務が不履行だったために、その結果どうなったかというと、この定当権が、定当権が実行されて、 最終的に E が経絡になったと、まあ、このような問題をまずバット図を書いてみてで実際に問題を聞いていることは E は、えー、この所有権が取得できるかということを聞いていくわけですよね。はい、でこの時おそらく最初にあのやる時のポイントはな何が聞かれているかっていうことですね。 何が聞かれているかってことをまず問いとして考えていくと E が所有権主張できるかということですよね。とするとあの民法のコツはとにかく答案を書くにあたっても意識してほしいのが当事者の主張なんですよね、えー、つまりこの E は自らが所有権だって主張してるわけだけれどもそれは何で所有権をこの人は主張できるの っていうことからまずあの考えていくんですよねあのおそらく最初に見た時に論文解くの苦手な人はこ,のこれをまずほぐすことなくバッて見てえー、っつってなんか論点探すんだけど全然そんなことしちゃダメ一番最初 E が所有権を得るっていうことは E の立場に立ったらなんで所有権を主張したいかえシンプルなんですよあの D の定当権が有効であってそれが実行されたからでしょっていうことでしょだからそうするとまず一番最初に、まあ、E の請求としてはどんな根拠があるかっていうと結局 D の定当権が まあ有効であるでプラス、えー、いいよね低当、えー、権が実行されたあ,あごめんなさい低当、えー、権の実行でこれによって結局 所有権を得ているで特にあの所有権を得られるかとか所有権に基づいて明け渡しができるかといった時一番最初に考えてるのがんですよなんでこいつは所有権を主張できるかというとこの定当権を有効に、えー、要するに成立していてその定当権が実行され買い受けたんでしょで買い受けをしたっていうことがまあ言ってみれば、えー、所有権取得原因。 だからもしね、答案とか苦手な方はあのー、一応 E の主,主,主張というのは所有権じゃないですかだからまず一番最初、答案一番先どう書いていくかというと E の所有権主張の根拠は D の, C に対するあ D の本権土地に対する抵当権が有効であることを前提に抵当権の実行による買い受けたことを根拠とするものであるということをまずならすんでよ、最初に。でそれをさ後、まずやったらじゃあそれが認められるかどうかといった場合 いいですかね、結局のところじゃあ誰と誰が意見ぶつかっているかといったら当然のごとくあの E からしてみれば買い受けたとうう言っているけれども当然、これ所有者 A なんだよね,いいよね、えー、どうしてかというと、えー、所有者は A なのはなぜかというとまずいい CB 間で売買契約がなされているけれどもちょっと条文確認しましょうね、えー、これ99条の要件満たしてそうですよね。 えーまあ、言ってみれば有権代理の要件を満たしてそうじゃん、えー、代理人として C が、まあ、有権代理として、まあ、代理権授与しているわけですよね、えー、土地の売買の代理権があってで、まあ、この C は代理人として土地を購入しているということになりますで問題文の中では代理人 C を通してって書いてあるからおそらく県名等は問題ないっていう前提なんだと思う、えー、おそらく県名等とかそういうところは問題なく、えーまあ、言ってみればここの BC 間っていうのは、まあ、端的にこれ有権代理じゃない 有権代理じゃないですかということは有権代理ってことは99条1項で A に降下帰属するわけですよね A に降下帰属するつまりこれで何が言えるかっていうと本件の所有者は A なんですよね当然今回抵当権が実行されたときに一番切れるの誰かって発想なんですえー、まあ本だったら 結局は A, に A からすれば自分が買ったにもかかわらず、えー、定当権の実行によって E が経絡で買い受けたということを主張されちゃうわけでしょ。ただ A からしてみればそれはふざけんなということになるわけですよ。そうすると、それに対してじゃ反論としてどういう反論が立つのかというと、やっぱりこれは確認していくと、A から E に対しては、その定当権の有効性に対しては、結局は C っていうのは、A 代理人でしょ。ということは、99条1 によよって効果、えー、帰属すするわけですよねそうするとさっきと同じ話になりますが、えー、所有者は A になる。ということは所有者が A であればどんなことが言えます ?C は無権利者ですよね。いいよねこの D の定当権というのは言ってみればこれ C を、えー、債務者とした、えー、C, を C を定当権設定者としているわけだけれども、えー、当然有権代理だから所有者は A になる。ということは所有者が A であれば C は無権利者ですよね。ということは C に設定権限なし従って D の定当権は無効ですと、まあ、こういう反論が立つわけよ。 だからまず一番最初に E から主張する話としては私は所有権を得たんだって話でしょでその所有権を得たって根拠が抵当権が有効であってかつ抵当権を実行したことによって買い受けたことで E は所有権を主張しているでそれに対して A は何を潰すかというとこれについてこう断崖しているわけですよちょっと書きにくいかもしれないけれどもこの部分について断崖をかけてるわけ。 えー、D の定当権が有効であるという要は民法に限らず簡単なのよあの簡単言ってちょっと語弊はあるけど要は要件が揃ってれば効果が発生するわけでしょだから D がその求めてる要件は定当権の有効性と競売でしょこれでこれ2つが有効だから買い受けたっつってるわけだからその要件が揃ってないことを A としては反論するしかないじゃあ A としてはどっちを反論するかっつったら当然 D の定当権が有効じゃないってことを言いたいわけだ でじゃあ D の定当権が有効であるは何かって言ったら、まあ、C に対して非担保債権で定当権ってごめんなさい定等権つけてるけれども当然、えー、これは A からしてみれば結局所有者は A、えー、自分なんだとだから有権代理の要件事実書けないんですよ、えー、有権代理の要件揃ってるよねということはその要件効果で言えば本人に効果帰属するんだから私が所有者だよとということは C は無権利者だから無権利者に設定権限なんかありませんから、えー、無権利者である C が定当権つけることはできないからじゃあ定当権を得ることはできませんということになる。 でこれが認めらられれたらもう A の勝ちってこことでしょでこれに対してじゃあ今度は E から再反論が立つかなんですよ E かから再反論が立つかという問題になってくるわけですよね。で当然っつっちゃいけないけれども E の立場に立ってください。えー、e の立場に立ったらあ確かにそうだよって思うかもしれないけれども当然、えー、これを見たときに、えー、D が低等権設定が有効だっていうために一応これには気づきたいよね。 C に登記名義残ってます。ということは生の主張からすれば当然 D は C 名義の登記を信じたと。C 名義の登記を信頼したんだってことになります。ということは C 名義の登記を信頼して定当権を設定したのであれば、まあ、ここはちゃんとやりましょう。 あごめんなさい権利取得ですね失礼しましたという、えー、生の主張が出てくるはず一応で、ね、もあのこの場合出たら D の定当権が有効かどうかが争点っぽいでしょもうで D の定当権が有効かどうかの争点でそうすると C に設定権がない、えー D の定督権は無効だっていう A の主張に対しては D がその C 名義の登記を信頼したという事実がありますのでであるならば信じた通りの権利主張を認めるべきだという反論が立つでそうするとこの反論は法的に何を意味するかっていったら権利外観法理の適用ですよねえ権利外観法理の適用なのでここで従ってはい権利外観法理による 保護ということに、なりますでこの時に今日最初に94条2項の話なんだけど、その時に必ずできてほしいのは、もう1回目だからちゃんとやるけどね、ここの段階で、登記に更新力がないから、権利取得できないってことを、ここでしっかり拾っておくと、権利外観法理の導き方は簡単。要は、確かに名義は登記は、あれでしょ、えーと C、C の名義になってんだよ。 C の所有権名義になっていてでそれでまあ D がそれを信じてを設定当権設定したんだよね多分ねで定当権を設定したんだけど登記っていうのは更新力ないからね定期、えー、というのは更新力がないので定期というのは更新力がないのでを信じたからといってそれ通りの権利取得がストレートに認められるわけじゃないじゃんっていうことをこの A に言わせちゃう言わせちゃうというか A のパートでそこは指摘できるよねつまり C に設定権限がないっていうのはなぜかっていうと、えーまあ、設定権限がなく D は定当権を得られないっていうことだけれどもそれは当期に更新力はないから 当期に行進力はないから仮に信じたとしてもそれは無効になるじゃあでこれ大体ワンセットなんですよで当期に行進力がないから原則としてはまあ、D はやっぱり定当権は無効になっちゃうんですよで原則として無効になっちゃうんだけどじゃあその中で例外的に有効とするための法律構成が何なのかって言ったらまあ、権利外観法理による保護という話になるでしょ そうすると、あとはもうシンプル、この権利外観法理がであったら、94条2項になるんでしょう、94条2項の類推適用がこれで通るかどうかということを示していけばいいんだよねということなんですね。じゃあ、ちょっと確認していきます。ですると、じゃあ、今回、94条2項の類推ということになりますが、 はいえーまあ、きちんとこれはねまず直接適用できないことから言ってください、えー、ここはもうあの今日答案例という形でちょっと見せながらってありますが累推適用出てきた時には必ず直的できないことからいきましょう、えー、本件では通報がありませんね、えー、本件においては、えー、AC 間に通報があるわけではありませんあごめんなさい AC 間で一応あそうです通報があったかどうかはちょっと 分かりませんけど少なくとも A が勝手にやっている感じかもしれませんね、これ見る限りね、えー、問題文の事情を見る限り A は自己名義をするのに嫌って C 名義に移転登記をしたという事情がありますから、まあ、実際にそのあの直接、通報があったとっいうことがちょっと見れるかどうか分かりませんので、えー、まあ実際、94条2項の直接的はできないんだけれども、えー、権利外観法理ですよね、94条2項の趣旨というのは権利外観法理にある、えー、虚偽の外観、えー、第三者のあ、ごめんなさい。 本人,の本人の奇跡性虚偽の外観、第三者の信頼、でそれがある場合には、えー、その信じた通りの権利則を認めるというのが94条2項の趣旨じゃん。ということは、えー、本件のように、えー、直接適用ができない場面であっても、その趣旨が当てはまるんであれば OK だよということをちゃんと書いてください。だからここなんか答案構成するにあたって、まあ、予習するにあたって、その辺のところが分かってんだったら書かなくていいですよ、あの実際予習するというも九も。94条2項累積用についての、まあ、一応ちゃんとここは論述ができてればいいんで、えーまあ、で不安だったら書きな。 それなら予習で変わるから。もう94条2項の論述書き方わかんねえよってことは直接適用できない。なぜなら通報なし。えー、それで権利外観法理趣旨。で、当てはまるかどうかっていうことを書いておけばいいんだけど、わ、まあ、かってんだったらこれだけ書いておけばリマインドになるでしょ。えー、94条2項の類推適用を論じますと。で、その上で本件ではどうなるか、えー、ということですが、でここであのちゃんと押さえてほしいのが、まあ、類推適用がまずできるとして、じゃあ、でこの時にまあしっかり押さえてほしいのが、 あの意思外形対応か非対応かによって変わりますよねあの実際今回は意思外形対応型になりますよねえ実際に、えー、虚偽の外観っていうのは A が作った虚偽の外観は C 名義の登記ですえ本人である A が作ったのは C 名義の登記でそれは A が自ら勝手に作出してますよねですから A の,その虚偽の外観の作出の意思と作出された外形は対応してますから、まあ、意思外形対応だから、えー、っと今回誰だっけ D, D の主観的要件は全意で OK ということですね、特にあのこの94条2項の類推的要論のときに、ちょっと答案書くときのコツで、ちょっと答案でもちょっと示すけど、その第三者の主観要件というのは、ここで、ね、言っちゃったほうがいい、本件では意思と外形が対応していると。 つまり A の, A の主観というのは C 名義の所有権登記で,でその通りの外形が作出されているということはまあ意思外形が対応していて本人の奇跡性は大きい類型であるとで本人の奇跡性が大きい類型であることから第三者の主観要件は善意で足りるものとするということだけ書いた上でそれで当てはめましょうよということででここからはそうすると94条2項の類推適用であとは当てはめていきましょうはい本人の奇跡性 えー、虚偽の外観、えー、第三者の信頼ということで、まあ、基本的にはあとはこれを一個一個見ていってこれが要件満たすことになっていれば94条2項の累積適用が余地があるとあとはさっといきましょう本人の軌跡性ですがこれはもちろん、えー、あります A 勝手に登記と。 まあちょっとこの問題からは勝手にっていうところまで読み取ればいいか分からないけどこれ、予備とかあのあれねえと法科大学院だったら間違いなくこう勝手にやったとかちゃんと書いてるからでもしこれが通報してるってことになると直的適用の余地も出てくるからねえではありますけれども本件においてはまあ勝手に登記をしているということからまあ本人の奇跡性はあるでそして虚偽の外観もまあ当然ある C 名義の登記で C 名義の登記で,で第三者の信頼については C だよねあ D かまだわからんということになりますからここは場合分けが必要になります、A、場合分けが必要になりますただここまでで D が善意であるならばどうやら D の定答権は有効ということになりそうですよねいいかなそうするとあとは <laughs> このような形でまあ第三者の信頼によって結論が変わるんだろうなというのを見ていくとまあ場合分けになりますよね D が 善意の場合と、D が悪意の場合で変わってきますよね <laughs>。はい。で、そうすると今回、まあ D が善意だった場合には、これ定当権有効ですよね。九十四条二項で。 94条2項で D が善意だから全く問題ないそうすると結局定等権の実行によって E は所有権取得できるということで回答出る D が善意の場合には94条2項類推適用で D の定等権有効です D の定等権は有効であるからその実行手続きによって経絡人である E が有効に承継取得したと、まあ、いうことですね あの基本的にはあ,のあとは一言、はああの一言コメントしなきゃいけない基本は承継取得ですからね D が定答権実行されたことによってまあ E が買い受けたっていうことになるであとはあの1回目だからこれで目立たし目立たしないね必ず書いてほしいのが D の善悪分けてるってことは問題文分かんないけど E の善悪やつまり絶対的構成触れましょうねえつまりここで善意者 D が現れたっていうことは E は善意悪意関わりなく OK です いいよねあの不安な方はねそこをやっといてね一人でも全員者が現れた場合には法律関係の早期安定の観点からその後に悪意者が現れたとしても D の段階で権利関係確定するでしょう。いいよね94条2項の第三者に当たるものが一人でも現れたらその後に悪意者が廃材しても構わんわけでしょう。ということは一応ここで E が所有権を得られるけれども、えー、念のため、えー、絶対的更生を取りますから、えー、絶対的更生を取るからということは E の。 あごめんちょっと見づらいかもしれないけど、えー、D の善悪意を問わないということになりそうですでは D が悪意だった場合ですね E が悪意だった場合あ D, D ごめんなさい D が悪意だった場合じゃあ所有権取得できないですかと言ったらあったよね転得者の事例と同じなんですこれは D が悪意でも E が善意なら OK ですよね えーいいよね、ということはこれ実際に E が悪意だった場合には94条のこの D に対する、えー、94条2項を類推できないけどその後に E が善意だった場合には転得者と同じように考えていけばいいんです E が善意ねちょっと字がふにゃっとして申し訳ない、えー、E が善意であれば、えー、転得者と同様に94条2項の 含ままれますといいす、ね、あの保護する必要性は変わりませんから、えー、要するに94条2項で保護する必要性は、えー、直接の,あの94条2項における通常の、えー、第三者に限らず、えー、転得者であったとしてもそのものが要するに、えー、実際に権利関係があると信じてるわけでしょ、えー、有効に権利関係を取得できるということを信じてるわけだから保護の必要性は変わらないなんていうふうに論じられるよねで、えー、そのあたりのところ転得者と同様に94条 2, 2項の第三者に転得者含みますからそうすると結局このものが E が善意であれば94条2項の類推により所有権が得られると。ということです。<laughs> なんか一問なかなか3行4行だけれども使ってる知識そうでもないでしょあの知識として使うべきものってのは結局94条2項の類推論え今回意思外形対応型でしょそれからあの 94条2項の第三者に転得者が現れた場合の処理ですよねあの善,意者善意から悪意悪意から善意って場合に一、まあ、人でも善意者あ現れば絶対的公正で E の主観面によらず、えー、取得できるで D が悪意であるならば、えー、E は、えー、D が悪意であったとしても E が、えー、転得者と同じような立場に立つから問題なくできるっていうような形で <laughs>。 扱っていけばいいけばそうすると、まあ、結局事例問題を特に当たって大切なのは何かというと主張反論でで組み立てていくっていくう感じなんですねだからあの必,ず必ずとは言わんけど基本的に解放があると思ってください、えー、所有権に基づくものであれば所有権取得原因をまずしっかり拾ってなぜこいつは所有権を主張しているのかでその所有権の取得を否定する事情を法律構成として相手から立てられるか。 でそれに対する再反論って組んでいくと結局突き詰めていくとこれ94条2項の類推論に落ち着くからあとはそこまでいったらしっかり論じるだから実は論文で大切なのはその前さばきの部分なんですよねその一番最初のこの94条2項に行くまでの間に実はちゃんとやらないとねこの D の所有権取得があってでこの所有権あいめい定答権有効ということに対して結局のところ有権代理の主張ですね有権代理によって、えーまあ、所有者は C ではないと。 有権代理によって所有者は帰属しているのは A であるということで所有権登記には更新力ないから D の定当権が無効だって反論に対してあとはこれも条件反射、登記に更新力なしって言ったら相手は,、えー、相手はもう権利外観で勝負するっていうのはこれ大体パターン化されていますから更新、えー、力ないよ、残念じゃあ94条2項でいけないかっていう,うな話に持っていけばいいということですねでそうするとあとはこれを、まあ、実際、当案構成今日1回目ってことだけど大体これでも丁寧なぐらい。 これででも丁寧なぐらいたいまあ答案をパーッと15分ぐらいであの見てこんな感じかなみたいなことだけ書いておいてでまあ次回以降ですけど講義の時なんかはまあそれ自分が答案作ったものとそれとまあ違ってるところがないかとかあとはやっていくと分かるけど事実の当てはめ方があの講義で聞くよりも自分は弱かったとかね。 あの実際問題文で書かれている事情を拾いきれなかったとか結構出てくるのでそこら辺のところはうまく修正をえ復習でかけていくというイメージになりますで今日は1回目ということになりますのでえ本日付でお配りしている講師答案っていうのがあると思いますえ実際こんな感じで書いていくんだよというのでまあ合格答案作成講座という観点から一応答案作成上の注意点も少しえ触れていきますえ基本的にまず最初にえっともう知っとるわって人はね気にしないでねあのナンンバリング っていうのは要するに問題文を書くにあたって一番最初に、まあ、いわゆる項目立てをして書いていくことになりますでこの時の項目立てっていうのは基本的にはあの、まあ、公文書の順番で書いていくので最初が第1第2です一番大きなナンバリングが第1第2で次に大きなナンバリングが縦1縦2でで12ですでその下のナンバリングがカッコ1カッコ2カッコ3 っていう形で、えー、ナンンバリング組んでいきますですので、まあ、実際書くに当たっては第1第2第3っていうものと、えー、それからその下の、えー、中見出し的なものが123で込み出し的に括弧一1括弧二括2三3でその後はちなみにあいうになりますカタカナの、まあ、これはあの実際カタカナのあいうその後はカッコはカッコイカッコウみたいな形であのバーッとあるんですがただ予備とか あの法科大学院試験だったらかっこ1かっこ2か3ぐらいまでしか使わないと思いますので、まあ、一応念のためその下にカタカナのあゆがあるぐらいで見ておくといいと思いますでそうするとね答案としてはこういう感じでまず前さばきしていけばいいんですよまず e, の所有権 e が所有権主張できるかっていうふうに言ってるわけだからえ E は事故が軽落した土地え以下本件土地というでちなみにこれについては あれですねあの何回も何回も出てくるものについてはこのような形で以下本件土地という、まあ、一応これ、相談の作法として、ね、説明しておくと以下、本件、土地とい,うという形で言っておけば次回以降は本件、土地、本件、土地というふうにやって構わない。でちなみにこれ、書かないとだめよ。いきなり、ね、問,題で問題文の中に本件、土地って書いてあればそれで構わないけど問題文に書かれてない場合には、まあ、以下、何とかというみたいな、ねえー、いう形で。 えまあ本件土地とか徹底するでそれに対する D の不動産 D の定当権が有効であることを前提に定当権者 D による定当権実行によって本権土地を自らが経落したことで所有権を有効に取得したと主張することが考えられるというでまず E の所有権主張の根拠を示してじゃあそれに対する反論を見ていくわけですよねそうすると反論の故障は D の定当権の有効性になるだろうから、まあ、D の定当権の有効性みたいなのがナンバリング立てといてで括弧1から見ていくとしかし、まあ、本権土地の売買契約、まあ、以下本権売買契約という ねえーまあ、AB 間で締結され、えー、そして C は A の代理人であった、えー、ことになりますよねでちなみにですけれどもそうするとここで、えー、本件売買契約の効果 A に帰属するということで有権代理の主張を、まあ、ふわーっといけばいいですよね、えー、実際にまあ AB 間における本件売買契約で要するに、えー、C は代理人ですからね えー、C は A の代理人であったということになりますから、まあ、有権代理の主張として本件売買契約の効果は A に直接帰属するでであとこれも同じです民法99条1項みたいに書くんだけれどもあの、まあ、最初だけ民法って書いておいて以下括弧以下法名略とかにしておけば以下は何条で構わないですあの全部に民法何条って書く人は全然いるんだけどあの一応まあ面倒くさいなという方は民法括弧以下法名略なんて書いておいてで以下はこの何条だけでいいという形で書いていくことが一般的。 であとこれやっちゃう人いるんですがあのこれはやめてねわかるあのローマ字いつも講義で使う講義とかで皆さんも多分書くときに99条1項なんかはローマ数字で1項って書いたりするんですがこれはあの答案ではダメ、えー、何条何項何号 といいう形できちっ記載してくださいでその上で,で本件所持の所有権が B から A に移転しているでこれ移転の根拠というのはあの売買契約ですから売買契約ですから契約締結で所有権移転の効果が生じるのは176条であるよね、えー、物件変動の効果はえ結局この契約ですよね契約の効果が A に帰属した結果176条で A に所有権行くじゃんということは従って、まあ、こ,こ,この結論だよね、えー、CD 間で定等権設定契約を締結した時点において C は無権利者だよといいよね C はえーこの CD 間で定答権設定契約が締結された時点でえ無権利者であってでそして、登記に更新力がないから D の定答権は原則として無効であるまあこれだからあの相手側の主張としていけますよね A の反論をちょっと答案ベースで書いたんですよで、実際に登記に更新力がないから D の定答権は原則無効であるでまた本件では通報はない登記手続き自体は意思表示ではないのでえ94条2項の直接適用をすることもできないというあたりまで拾っちゃえばいい。 そうすると結局のところ原則論として A を保護するという法律構成というものはあごめんなさい A じゃないね、えー、原則として D の抵当権が無効であるということを1つ,つの方向性として示すだけれども E、まあ、としてはそれではいそうですかとは引き下がれないわけでしょ だから直接適用することもできないからダメですと、登記に更新力もないし、94条2項の直的もできないよと、だけれども E としては結局は信じたんでしょと、D が E、C 名義の所有権登記を信じて、定等権設定契約を締結したことを理由として、94条2項の類的によって、信頼通りの権利、すなわち有効な定等権を D が取得したと主張することが考えられる、で以下、その業費を検討するという形で、まあ、ここでだからある意味、問題の所在を示すと。 まあいうイメージですだから実は最初の1番からこの括弧2までのところは全部前さばきですよね所有権の取得原因についての主張とそれからそれに対する反論としての有権代理による反論でその有権代理に対する反論の再反論として94条2項の問題。 であとはここはもう目,目,つ目つぶってかけないけどあのもうここはもうかけなかったらやべえよみたいなことを書くんですで一応慣れないうちはこういうのちゃんと答案例とかで練習してください、まあ、私はもうこれほとんどこの書き方です、えー、94条2項直接、まあ、必ず直的できないことは言ってるよね、まあ、ここに書いてるから、ね、直接できない直的できないことは言ってるので、まあ、直接適用できないけど、まあ、94条2項の趣旨は、えー、虚偽の外観を削除した奇跡性あるものに対して外観通りの責任を負わせ外観を信頼した第三者の取引を安,安全を えー、保護するるにあるとでそこで、まあ、一般的な要件として虚偽の外観作出の本人の奇跡性外観について第三者が信頼したと認められる場合には、えー、同条項の累積適用によって第三者が信頼通りの権利取得ができるという、まあ、その一般的な規範ですねで、えー、一応あのこれも答案初めて書く方もしくは初めて間もない人向けに言うと規範と事実は俊別してください つまり判断枠組みっててていうのを今立ててるわけだよね。どういう場合に94条2項が累用できるかっていうことについてこの頭皮を検討するの括弧3の部分については、まあ、見ての通り A は ABC は出てきません ABC は出てきません一般論として94条2項がどのような場面で累適用されるのかっていうことを示していくわけですで特に次のページにもふにょーんとあると思うんだけどでそして まあここのの時に、これは私のテククニックですね。あの94条2項出てきた時にはこのだった時そしてでも医、ね、師外形見対応か非対応かということについて、えー、そこでも検討は先出ししとくといいつまりそして作出された虚偽の外観について本人の主観と客観的外観が一致していると評価できる場合には94条2項の直接場面と、えー、本人の軌跡性が同じぐらいでしょと。 えー、条94条2項の適用場面と同等の本人規制,規制が認められから第三者が保護される主観的要件は全員で足りるでここまでが規範ですわあとはこの下見ると本文ではで ABC がバらバら出てくるっていうイメージでそこの春別ができると答案としては締まるだからすごく雑な言い方をすると前さばきで問題示す問題の所在示すで問題の処理方針示すこれが規範です判例が出たら判例だよね でその処理方針を示したうまで本文に当てはめていくという流れですだから慣れるまでは、まあ、私はあの自分が実際に答案書くときは書かないこともあるけど慣れるまでは本文ではっていうのを入れる癖つけておばいい本文ではっていうのを入れる癖つけといいてをつけとばそこの前に固有的なもの規範の前に変なの出てこないでしょ。 なので本問ではって入れといてであとは一個一個見るね本件土地につき C 名義の所有権登記という虚偽の外観があるでしょ、丸一十足とでこれは A 自身が自己名義の登記をするのを嫌って C 名義に登記をしたものであって A の軌跡性もあるでだからこの辺のところは問題文の事情を拾うわけですよ。これ問題文抜き出してるけどさあの 答案書くときにこういうの書かないで本人の奇跡性はあるってやっちゃうと事実の評価が抜けちゃってますから当然これについては自己名義をするのを嫌って登記をしたということについて奇跡性という認定をしているわけねその部分を。でさらに本件の意図した虚偽の外観は C 名義の所有権登記であってこれ。あの 意思外形対応型だよってことこも認定でできるでしょ A の意とした虚偽の外観は C 名義の所有権登記であって客観的な虚偽の外観とも一致しているからということはまあ意思外形対応型なんで従って本件土地の定当権設定契約当時に C が無権利者であることにつき D が善意であるならば D は有効な定当権取得するっていうねことまでいく、まあ、これ今日だけねあのあの書き方だからねでその上でじゃああとは E に所有権いくかでしょ だから問題としては D の定答権が有効か否かという問題とそこから E が所有権を最終的に取得できるかという問題が分かれてくるからあとは絶対的公正の話としていけばいい場合け D が善意だった場合にはあの善意悪意問わずいけるよとであとはここ絶対的公正のことを書いておけばいいということですよね。で D が悪意だった場合からすると転得者であっても <laughs>。 えー、転得者であったとしても、やはり94条2項の第三者には転得者も含まれるべきと回数べきかと。だから、まあ、競売による買い受け人というのは転得者と同志するような利害状況にあるから、だから従って D がたとえ悪意であっても転得者である D が善意であれば、でここもなんか、やっとくと分かる通り、ここなんか分けてるでしょ。分けてるでしょ。あの一般的な規範をはーっと書いて、えー、e, が e, e が善意であれば第三者として94条2項類累積適用に保護される結果、本件土地の所有権を有効に取得する。 ちなみにこれはね学習するにあたっての、まあ、テクニックをちょっと言っとくと規範と当てはめ春別するのが基本ですただし毎回毎回春別するの大変でしょ毎毎回毎回瞬別したらもうなん,か、うん、なんか気持ち悪くなるのでしあの大したことない時にはもうあの結論だけ書い,てもい,いですあのここはだからメリハリというかねあの練習になるんだけど、まあ、例えばこれ絶対的構成取れば善意でも悪意でも全然いいじゃんっていう結論を言うだけでしょ。 別になんかさ問題意識を示したりとか全然いらないじゃん。例えばね、この D が善意だったら、まあ、E が軽略人として有効に取得するし、まあ、E が無権利で悪意であったとしても結論変わらないよと。まあいう点についてこちらですね、えー。まあシンプルに。えー まあ理由付けとともに書いてあげるでそれで最後に結論にいきゃいいと、まあ、よって定当権設定契約当時において D が C の無権利につき善意であれば E は契約時の主観によらず本権土地の所有権を取得できるけれども D が悪意であれば契約時点で C の無権利につき悪意であった場合に限り本権土地の所有権を取得できると、まあ、いう形でまとめればいいでちなみにこれ結構細かく書いてあるけれどもこれ善意か悪意かの答案を書くときに D が善意であればとか E が悪意であればっていう結論を書くとものすごく評価下がかかるんだよね 善意悪意ってのは何が大切かいつ何に対するどのの程度の心象かでしょつまりいつの時点の善意悪意を見てるのか何についての善意悪意がでしょだからよくこれは出てきちゃうのはあの意外とみんな同じような書いてるけど評価が全然分かれるっていうのはそういうところ抜けちゃってたりするケースですよねだから要するにこれ94条2項の善意悪意ってどこで決める法律関係に入った時だよねでそして善意悪意の対象は何かって言った場合にはその要するに あの権利があったとかのようなことについてでしょ、権利の存在についての信頼でしょ。ということになるから、まあ、そこのところ、例えばこのように、えー、定等権設定当時における C の無権利に対する善意なんだよとかね、まあ、そういうふうな形で問題を、えー、起案していくとよろしいかなというところだと思います。<laughs> はいえー、ということで、えー、一応最初だから、ちょっと答案例も示しながらということになりますが。<laughs> はいえーまあ、実際にこのような形で、えーまあ、見ていけば大丈夫ということになります。だ慣れるまで答案 実際初めて書くが慣れるときになんか実際、全然書き方わ分からないなという方はまずまあ習うより慣れろ的なところがあってまあ例えば、私が今、答案例という形で示しましたしあとはまあ合格答案作成講座においても一応の回答例というのがくっついてますからまあそれを見てはこういうふうに書くんだなみたいな形でまあ頭にい入れておくっていうだけでも全然いいと思いますのでま,あまずは優先的には今、特に最初の段階は答案構成をビシビシ書けること。 答安構成がびしびしいけることとそれでまあ余力があった場合にはそれを実際に答安化するという作業というね2段階で進めていくといいと思いますではそれではですね本日はもう1問前半でいきましょう問題第4問になります第4問 <laughs>、はい、第4問ですねやってみるとねあなんかいつも同じようなことやってんなって感じになるからね では行きましょうこれも九州法試験の問題 A が B 所有名義で登記されている建物を B から賃借して引き渡しを受け本件建物で店舗を営んでいるで A は賃借にあたって B に敷金を支払い賃料も B に地値なく支払ってきたところが本件建物は真実は B の配偶者である C の所有でありだから実は、ね、自分 B のものじゃなかったんですね C が B に対してちょっと読みにくいけどえ B の物情保証人として本件建物に定当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ B が勝手に所有権移転登記を経由した上 A に賃貸したものであったえとんでもない夫婦って感じですよね <laughs> あの要は定当権をつけるための交付あの定当権をつけるために必要書類を渡してたら、まあ、夫妻は分かりませんけれどもまあ 受け取った方が勝手に自分に所有権移転登記をした上で賃貸に出しているというね、まあ、そういう状況ですするとまあ利害関係としてはこんなイメージ C がいて B がいて実際、C が所有者、まあ、C が所有者って感じですよねで所有者なんだけれども B がまあ所有権登記をした上で A に対して 賃貸していると、まあ、これ L というのは一応私の講義の中ではあの賃貸借はラジエル、えー、売買契約はえ S みたいな感じで書きますので、えー、一応こんな感じですね。えー、C が B に対して、えー、まあ本当の所有者は C なんだけれども、えー、これ無断で登記名義を移していて賃貸しているという状況です。でえー、とちなみに、敷、えー、金はあんだね。敷金は一応存在しているということは、メモ書きしておくといいかなと思います。はい、で実際に これは簡単に無断でやられちゃったという状態です。では、いきましょう、1番。一番ですけれども、A が本件建物を賃釈してから1年後に C から明け渡し請求されたというのが1番の問題です。いいですね、A が本件建物を借りてから、まあ、よし、借りたぜみたいな感じでね、えー、借りたんだけれども、はいえー、C からあ、ごめんなさい、これも講義の中で。 あの一応 SK って書いてるときは面倒くさいの、ね、で請求のことですね、あの明け渡し請求、えー、っていう感じで一応書きますが、まあ、これはもう好きなように書いてください、えーと、C が A に対して明け渡し請求をしてきたわけですねで、えーで、A は C に対してどのような主張がすることが考えられるかという問題、つまり、まずスタートとしては C から明け渡し請求飛んできてますよね、じゃあどうして明け渡し請求を C はしてるのって言ったらシンプルだよね、所有者だからでしょ。 とということはまず出発点としては一番としてはまあ一応 C から A に対する主張としてはえ所有権に基づく明け渡し請求がまず出発点になるつまり私が所有者だという主張になるわけですよねはいいいですかねなおですけれどもあの一応あの物件的請求ねだからね えー、所有権に基づく物件的返還請求になりますよね、えー、所有権に基づく物件的返還請求として C は明け渡しを求めてくるじゃあ A としては何が言いたい反論として A としては何が言いたいかって言ったらまあ賃貸借しかないよないいよね、えー、つまり BA で賃貸借結んでるから まあ、鎮釈権まあ言ってみれば占有権限があるんだとおそらくあの A からしてみれば勝負できるのこれしかないじゃん明け渡しを求められたにわたって俺はもう借りてんだよと B から借りとんじゃっていうね賃借権の主張があり得ると思いますでただ A が C に対してそのような反論をするけれどもそこを打ちざされますよねなぜかっていうと、まあ、C から A に対する再反論ここはまずセットで書いちゃってもいいけれどもそもそも B っていうのは無権利者でしょ つまり、賃貸権限ないんだよ。あごめんなさい。腹っぱな腹ね。えー、つまり、B は無権利者です。えー、いいよね。えー、別にあの BC 間で売買やってるとか、BC 間で贈与がなされたとか、そういう事実関係はありませんので、えー、B は単なる人の土地を借りてる、貸してるだけ、つまり無権利者ということになります。えー、ですから、当然のごとく、A に。 賃借権はありませんとということでもうストレートにこれを潰しにかかっていると、まあ、こんな感じではキャッチボールが立てられるんだと思う所有権で持つが明け渡し請求に対して A からは自らが賃借人であるという賃借権限があると、えー、いうことを占有権限といった反論できそうなんだけどもただその一方で C からはいやいやあんたのものはそれ無権利だよと、えー、B はね所有権ないよと、えー、B 無権利者ですよとで A に賃借権限ありませんよさらにここで触れとくと B が陶器ついてるでしょ B に陶器があったとしても陶器に更新力ないんだからあなたに賃借権ないですよって流れが見えるでしょつまり結局のところ陶器に更新力ないよねということもここでなんかふにゃーっとえー書いておくとああっていう話だよねえ陶器に更新力がないんだから賃借権限は A が得られるわけではありませんよとじゃあ A からの再反論は何ですかってことでしょ信じた通りですよって話になるわけ。 いいよねでも俺は登記で信じたんだと、えー。A からしてみれば B が所有者であるということを結局のところ A から C に対しては B の所有権登記を信じて賃貸借権を結んでる。ということは、まあ、さっきと同じ話になりますけど信じた通りの権利取得。 という反論が出てくるだから言ってみれば権利外観法理の主張がまた同じように出てくるとだから実は経路が違うんだけどやってること同じでしょだからこの組み立ての枠をちゃんと作ってあげるということです大切なのはではじゃあ今回 A が C に対して、えー、反論するんなら私は当期を信じたんだから信じた通りの権利っていうのは何か有効な賃借権だよ要するに所有権くれたら言ってないんだ A はね A は所有権くれとは言ってないんですよ、えー、実際に B から B を所有者と信じて借りたんだよと、まあ、いうことですから、えー、信じた通りの賃借権を認めるべきだという反論になるわけですでちなみにですけど、これは学習一周進んでいる方に向けに言っておくとですね、これあの一般的にこのような賃貸借の他人物賃貸借と言いますいいねあの賃借権はないでこのようなものを一般的に 他人物賃貸借として別に有効にあの賃借金を得られることはないわけですね、えー、ということになりますから、まあ、そこは一応一、触れとくといいじゃあ今回、じゃ信じた通りの権利取得ってことだから言ってみれば94条2項の類推適用を論じていけばいいんでしょということは、まあ、いつも通り直的できないねねいいよ、ね、あの AB 間に通報はありません いいね、AB 間に通報がなく B が勝手にやったことです、えー、ですから B が勝手に登記を移しているから B に通報はない、えー、ということですね B に通報はないわけだよねだから直接適用はできないけれどもじゃあ直接適用はできないけれども、えー、権利外観法理が趣旨として当てはまるからその趣旨が当てはまるんであれば類推適用できるんだっていうことを書けばいいんだけど今回は。 えその時にもう意識として持って意思外形対応か非対応かの認定をしておきましょう、えー、本件どうですかね本人は C ですよね C の意思は何でした問題文見るとなんか定当権つけてっていうことをお願いしてたんでねつまり C の意思というのは定当権設定登記でこれに対して作られた虚偽の外観は B 名義の所有権移転登記 そういうことになるから意思外形非対応ですよねつまり本人は本人として見れば定等権をつけてっていうふうにお願いしたんでしょ定等権をつけてって書類交付したら所有権登記つけられちゃったっていうことだから実際にその人の意思と外観が対応してませんのでそうすると本件では意思外形非対応と考えられるよねあごめん見づらいかなこうですね、えー、意思外形非対応型と 医師外形非対応型の場合にはいいよね一般的に110条の類推もしますよねでここはちゃんと論じるにあたってやるのであれば医師外形非対応型は相対的に本人の奇跡性が少ないんでしょ94条2項が適用される場面よりも相対的に奇跡性が少ない場面にあたるで奇跡性が少ないということは第三者を保護するためには善意無過失まで求めるということを、まあ、軽くご挨拶しておけばいいとそうすると 全員無過失まで必要になると、まあ、これは一応言及した上えで拾っていきましょうということになりますそうすると結論としては、はい、まず本人の奇跡性からいきましょうか、えー、とちなみに本人の奇跡性は今回 C だよね、えー、C の奇跡性あとは虚偽の外観、えー、第三者との とということになりますから、まあ、本人の奇跡性虚偽の外観問題なし第三審理は今回わからないと、まあ、いうことを具体的事案で書いてください <laughs> では当てはめます、えー、と本人の奇跡性ですけれどもどういう点に奇跡性を求められますただ単にこれ A に奇跡性があるというのはダメよただめよ要するにその所有権移転に必要な重要書類を B に交付したことに奇跡性を求めればいいんです。 本来分かりますよね定当権設定登記を任せるからといって配偶者とは言ってもそういうやつに対して漫然と渡すっていうことに奇跡性があるんですですから、まあ、問題文の中でもある通り、えー、登記に必要書類をその漫然と B に対して、えー、授与しあ付与したと、まあ、いう点に奇跡性があるよねだからそこはちゃんと書いてね一応これ「丸って書いたけどその辺りのところですね、えー、書類渡したみたいな感じですねで、えー、虚偽の外観がその結果作出されたということになりますからそうすると、えー、丁寧に認定していきましょう B が 第三所信で今回わかりませんので、えー、善意無過失ならオッケーってことね。<laughs> つまり、はいえー。結論はこうなります。でなおですけど、善意無過失ならオッケーというのはどういう意味かというとい。賃貸借契約設定当時。b. に、えー。所有権がないことにつき、善意無過失ってことですね。 いいですね。A A B 間で賃貸借契約が締結された当時における <laughs> B に権限がないこと、<laughs> B が所有権者でないことについての問題とまあいうことになります。はい、ここまで大丈夫でしょうか <laughs>。はい。で、えっ、ー、とちなみにね、これね。 ちょっと余談なんだけど結構間違えてこれ考えちゃう人いるので一言あ言コメントしておくとこれ表代理って考えた人要注意、えー、と一見するとこれ110条の表権代理っぽく考えられなくはないよねだってなんとなく基本代理権あるでしょ、えー、?C が B に対して物情保証人として本件建物に定等権を設定する代理権が付与されてるからそうするとこれなんとなく基本代理権ありそうじゃん定等権設定契約の基本代理権があって でそうするとなんか基本代理権があってなんか逸脱したよと基本代理権があって逸脱したからなんとなく B が A が信じた場合110条で表権代理が成立するから A に認めるよというような形でこれ110条で考えた人はあの一応ねよくやっちゃうのはこれ110条の問題にはならならいどうしてかというと110条というのはどういう場面が適用場面、B、が C の代理人として A と契約してる時だからねいいよね大丈夫だよねあの要するに信頼の対象が違うんですよ要は B が権利者であることを信じたでしょ今回 A はいいよね B が所有者であることを信じて賃貸者契約を結んでるわけで B が代理人だと信じて何かやってるわけじゃないよねいいあの表権代理の適用場面っていうのは目の前にいるやつが要するに代理人だってことでしょ 目の前にいるやつが有権代理なんだっていうことに対して信頼した場合に表権代理でで保護するんでしょで今回は別に B は A に対して私は C の代理人なのでやってないよただ単にその代理権授与されたことをいいことに勝手に所有権登記を移して所有者だって振る舞って貸してんだからいいよね所有者だって振る舞って貸してるだけなんだから別に B が C の代理人として何か A と取引をしたわけでは全くありませんので表権代理のの適用の余地はないですいいですね もう一度簡単に説明しておくと信頼の対象が、まあ、そもそもね、えー、と B は C の代理人として振る舞ったわけではないということです。B は C の代理人として A と契約したわけではないということですね。でさらに。 えー、さらにですね、えー、もう一点触れとくと信頼の対象が違うってことも意識してね94条2項っていうのは権利があるということに対する信頼ですだからこの場合94条2項論なんですよね B が, B が所有者だと信じて B から借りたって話だから94条2項なんです B が代理人だと思ったっていうんだったら話は変わってくるけどね、えー、の今回はあのそのような事実関係は全くないということですよね ではその後2番です。えー、2番の問題もょっと言ってみましょうじゃあ A はですね、本件建物が B の所有でないことを知りましたああ人のもんだったんだとだから C に対してとりあえず認めてくれっていうことをまあお願いしています、えー、C に対して B との賃貸借契約が当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの、えー、C はこれを拒絶したはい これ読んでるとね、慣れてくるとね、どうせこれどっちか死ぬなって感じになるんですよね。あのこれ、あの、やでしょ、他人物賃貸借で、他人物賃貸借で、追認拒絶してるよね。つまり、追認して有効になるっていう場合、まあ、当然のごとく、他人物賃貸借であっても、本人がいいって言えば有効になるから。で、これ、お願いしたんだよ、この人。えー、C はあの、C に対して、ごめんっつって、これ、これ、借りたいからって、有効でお願いしたよっつって言、C としては知らんっつってね、お前、出てけっつったわけですね。で、その後、C が死亡して、B が単独相続をした。 とということですねその後、B が死亡して B が C を単独相続したところを今度は B が明け渡し請求をしてきたということですね明け渡し請求をしてきたで A が B に対して拒絶できるかとそしたらこれあのなんとなくぱっと出てきてほしいものは無権代理と相続の応用でしょ。 いいよね、あの要するにあの無権代理人と本人の地位が、えー、相,続によって相続によって同一化したときに一般的には資格併存説って取るんだよね、えー、本人の立場と無権代理人の立場があってで無権代理人との資格が並存しているから本人の立場から追認拒絶できるんだけれども審議則上できなくなる部会があると。 いうのがまあ一般的な考え方でねでここはあのだ、これ初めて見ても無権でありと相続じゃねっていう感じになるはず。つまり、この2の事例っていうのはシンプルに言うと C による追認拒絶をし,し,したんだよね、えー。追認拒絶をしてあ追認拒絶してったっけしてるよね、えー。追認拒絶をしてますからそうするとその後に。 えと丸2で、えー、C 死亡して相続が発生しているとあごめんなさいこうだね、えー、C によって追認拒絶がなされた後に、えー、相続が発生しているだ相続の場合ちなみにできれば答案上イコールで書いていいからね包括証券、えー、包括証券になりますから C の地位を、えー、B が包括証券をしたでこの後に A があ B が A に対して 明け渡し請求をしてきたと、まあ、いうことですね、えー。ということは2の括弧1っていうのは、まあ、一応あの確認だけどなんで B が明け渡し請求してきたかっていうと所有権の承継でしょうねあ包括承継つまり、まあ、一応、えー、すごいざっくり書くと B から A に対する明け渡し請求してきた理由はこれでしょうね。 C が死亡したことによって896条つまり相続による包括承継があってで所有権を B が得ているというまあそういうことですねだから所有権に基づく明け渡しをしてきたんだよね所有権に基づく明け渡し請求を A はしてきたということだよねじゃあそれに対して A としては まあどういうふうな主張ができるかっていうとやっぱり無権代理と相続の応用になるんだろうねあのつまり要するに他人物賃貸借っていうのは無権代理と相続と同じように考えていくと資格並存するはずなんですよねちょっと忘れてる方はここもう一回見てねで資格、えー、並存プラス審議則で考えられますよねつまり えと資格併存だから B というのは他人物えと賃貸人の地位も併存していますだから追認追認拒絶は一応可能なんだよねえ追認追認拒絶権っていうのは両方とも持っていると。 まあいうのが、これ忘れてる方は無権代理と相続でやってる話ね。えー、本人、無権代理人っていうのがいて、相続によって、まあ、一人に帰属した場合には、本人の地位と無権代理人の地位両方持つから、そうすると、まあ、それと同じように考えていくと、B は C の地位で追認拒絶ができるんじゃないかと。ということですね。ただつ、A としては追認拒絶できないっていう論立てて欲しいでしょ。と言わば、あとはシンプルですよね。審議則上、最もできねえよって反論でしょ。一応、追認拒絶権はあるけれども、 もっとも B は賃貸借契約の自分で AB 間で賃貸借契約を結んでるんでしょ、えー、?B が自分,で自分の判断で賃貸借契約を結んでるっていうことになるのであればであるならば B による まあこういうふうな話で一応 A から B に対する再反論は立つ。いいかなあの答案のどう,どう書くかは別として、やっぱりあの当事者のキャッチボールとして書いていかないと、もうあの論点を針の穴通すように書くと書けないから、事例問題は。まずこれ、所有権に基づく請求でしょ。で、これ、所有権に基づく請求に対して、えーまあ、B としては、 それをまあブロックするためにどういうふうな反論が立つのかということだけれどもそれはまあ相続をしたとして追認拒絶権は資格併存しているけれどもえ審議則上 B が追認拒絶をすることはやっぱり自らが契約を締結しているのに追認拒絶することはできないから B は追認するしかないとえー B はこの賃貸借契約を追認するしかないからえ結論としては明け渡し請求は認められないんだという腰を立てていけばいいとまあいうことになりますでただこれ判例があるんですよねあのこれは の B の再反論って分かります C は生前追認拒絶してるんですよつまり追認拒絶をしてるかしてないか明らかでない時だったらこれ成り立つんですよいいよねつまり、えー、この事例で言うと C は まあこれが仮に C が追認も追認拒絶をしてない段階で死んじゃったって場合であればえ追認権、追認拒絶権は B に相続されていてでさっき言った通り追認するかしないかについても相続されてかつえそれを追認拒絶することは審議則上 B はできないよとただから追認するしかないから A は明け渡し拒めるよっていうえ流れになるんだけれどもただその一方で本件では一応まあこれはなんか一応触れた上でただま B から A に対するってことをやらなくてもいいけれどもねあの C は 生前、これ判例があるんですよ、生前、追認拒絶をもうすでに済んでいるんですよ、追認拒絶が済んでいるんですよ、そうすると、これは、えっと、えっと、 えー、追認しないことでついあの追認しないという効果がすでに確定しちゃってるんですよねでなのですけどこれは一応判例であるんですその追認するかしないかっていうものについて、えー、追認を拒絶するということを生前、えー、本人が行っていてこれは代理の事例だけどね 代理の事例だけれども、追認しない状態であ、ごめんなさい、追認拒絶を本人が確定的にした後で本人が死亡した場合には、もはや追認拒絶がされたという法的効果が確定しちゃってるから、その後に仮に、B が相続したとしても、追認拒絶の効果はそのまま B に及んでいて、B は明け渡し請求ができるという、一応そういうことになります。気持ち悪いいかももしれないけれなけども結局 B は えー、B 相続後も結局は、えー、同じと、えー、B 相続後も同じことということになりますから、したがって B から A のあけはって次を通ると。まあちなみにこうこういう風うななんかちょっと込み入った問題になってくると結論はどうあれっていうのもあるんですよね。あのどういう学説を取るのかとか、あとはまあ。 あさっき言った通りこれを認めるのはさすがに B は B ひどすぎねとかってあるわけで倫理的なところとしてさ、えーかまあ、そうは言ってもこれ B, に B の明け渡し認めるのはあまりにも権利乱用じゃねえかとかね、まあ、そういうふうな形で最終的な結論が変わったりするような人によって変わりますですが、まあ、言ってみればその作法にしっかりのっとってれば大丈夫ですから。 いいね、今回の問題では結局、追認の可否なんだよ、結局のところあの。B による追認の可否っていうものについて、しっかりと、えー、見ていただければ大丈夫ということになります。では、今日もう1この前半、カッコ2までやっていきますが、はい括弧2ですね、仮に括弧1の理由で明け渡しを拒絶することができなかったとします。えーまあ、言ってみれば、さっき言ったあの追認拒絶の話ねで、ちなみに1番でもヒントあるでしょ、1番では要はあの相続の話せいって話だから。 単独相続したことを理由に建物の明け渡しを拒絶できるかということだから、まあ、いわゆる無権代理と相続の議論を使って明け渡しを拒めるかトライしてくださいとでじゃあ実際、それ無理だったと、えーまあ、明け渡しを拒めないじゃあその時に B に対してどのような主張ができるかで仮に特に敷金の返還を受けるまで本件建物の明け渡しを拒絶すると主張することができるか。 えー、と結構これはあれですね面白い問題かなとは思いますが、はいえー、とちなみにこれについては回答を、えー、少し確認しておきますが明け渡しを拒むって言われた場合いくつか、まあ、持っててほしいんですが本件ではまずその特にでヒントがある通り敷金返還請求権というものをちょっとい意識してますよね。 資金返還を受けるまで明け渡しさないってことは、見てほしいのは留置権見てくれってことですよね。この要するに、資金返還請求権を非担保債権として、留置権の主張ができるかっていうことをえ検討してくださいというふうに言ってるから、そこからうまくヒントにしていきましょう、特にって言ってるからね、それだけじゃないんだけど、2の括弧2については、えっと、なんだっけ、B から、もう A に対して、シンプルなしです。 てて A は今本件建物を一応占有しているといいう状態です本件建物を占有していきますでするとでこれについて295条1項の留置権 で拒むことができるかとということになりますよねとするとあとは295条1項の要件を全部満たすかどうかをちゃんと書いてってくださいいいですね、えー、295条1項のえ要件を満たせば留置できるわけでしょとすると295条ちょっと確認しておきます他人の物の占有者であること、まあ、この辺ちゃんと要件従足性見てね 他人の物のちなみに忘れてる人は、要件ちょっと確認しましょう。295条は、えー留置権の、留置権の成立要件は、他人の物の占有者であること、えー。物に関して生じた債権。つまり、権連性です。債権と物の権連性、えー。そして、非担保債権が弁債期来てること。そして、295条2項。不法行為で始まったものではないこと。というふうに一般的に整理されるね。そうすると、まあ、なんとなく他人の物の占有者とかは大丈夫そうだよね。 他人の物のの物占有者っていうのは大丈夫そうだよねであとはこの占有不法行為で始まってないよねあのなぜかって言ったら「他人物賃貸借契約」という一応占有権限はなかったんだけどもその他,他人物賃貸借という契約に基づいて占有開始してます一応ねそれが権限がなかったけどね、えー、実際には C の追認は得ることはできなかったう不法行為で始まったわけではありません い,い,よね、いきなりこの人が不法占有をやってるわけではありませんので、えー、そうすると、まあ、言ってもらえば295条2項の適用はないよね、えー、つまり本件では他人物賃貸借に基づいて、えー、占有を開始してますから不法行為に基づく占有ではないとすると要件としてポイントは非担保債権ですよねつまり何を非担保債権にするのかって問題です いいかなどうしてもこれ全部書いていくとねあのもう手を動かすのに手一杯になっちゃうからもう納得中心であのいきましょう、まあ、そうするとこれなんかは要は留置権の抗弁を主張するという場合に要件はさっき言った4つすらすら言えるよねえいいよね条文見ればいいから他人の物の占有者これは大丈夫だよねえ B の、まあ、B が所有者になってるから。 つまり B 所有の本件の建物を占有してますから他人の物の占有者えそしてこの占有は AB の他人物賃貸借契約に基づいた占有開始ですから不法行為による占有開始とは言えないじゃあこの非担保債権を何に設定するかによって変わってくるわけですでこの時問題文でもヒントがあってはい敷金返還請求権ですよねつまり敷金返すまではいけるかって話でしょ 敷、はい、金返還請求権を非担保債権として留置権の公弁が主張できるかという問題ですがこちらは敷金といえばすぐに出てきてねあの条文確認しても622条とか、ね、の2とかだよね敷、えー、金についてはどこだちょっと待って敷、ね、<laughs> 金については622条の2ね敷金返還請求権いつ発生するか明け渡し後です 明け渡すまでは、指揮権返還請求権は発生していませんからね、622条の2の1項1号、だからもう結論からず先出せれば、×ってことですね、×です、六百あごめんなさい、えー、×罰って感じですね、622条の2の1項1号、えー、発生は、明け渡し時。ということですから、 えー、まだ明け渡し未了ですから、まあ、そもそも敷金返還請求権は発生してないんですよね、えー、そもそも不発生だから敷金返還請求権が不発生だから非担保債権が存在しないので、えー、無理だよってことになりますでここで終わっちゃだめよじゃあ特に敷金デッドを検討してるんだけど敷金以外を非担保債権何かないか つまり B は A は B に対して何か債権を持ってねえかっていうここはもう想像力ではないけれども、まあ、やっぱりしっかり見てほしいでこの時に、まあ、今日の講義って、まあ、問題をずーっと70問とかやっていくともうだんだんパあの思考が慣れていくと思うんだけどまず何か請求できねえかって思ってると思ってるということは基本的には契約関係があるんだったら契約関係だよね いいよね、あの要するに何か非担保債権になるような債権が A が B に対して持ってるんだったらそれを非,非担保債権する留置権があり得るじゃんでそうするとこの AB 間でもたらされた契約って何かってことですで契約関係に基づいて何か債権持ってねえかってことなんだけどよく考えてみたらこれ他人物賃貸借なんですよ他人物賃貸借で C から明け渡し請求を受けてますよねこの AB 間の契約ってどういう内容の契約なの いいね、C の建物を A に使わせるっていう債権契約でしょつまり AB 間では C の所有する建物なんだけれども、えー、それをちゃんと使わせますよっていうことを A に対して B は契約したんでしょ他人物賃貸借ってそれ明け渡し請求されたってことは何ですかこれ B の債務はああの要するにその本件建物を使わせるという B の債務は412条の2社会通念上履行不能です つまり所有 C から出てけっていう明け渡し請求がなされてる以上は B の A に対する債務である本件建物を A にちゃんと使わせるっていうことが C からの明け渡し請求を受けた時点でもはやほら B は利行不能になってんだよだってね本人が出てけって請求してるわけだからその建物を使わせるっていうこと自体の債務が利行不能になってるじゃあ利効不能になったら何が生じんの でもちろんこれ B の奇跡性あるよね B の落ち度に基づいてこの使用収益させることができなくなったっていうことは415条1項損害賠償請求の対象になるでしょということは A は B に対して他人物賃貸借が履行不能になったことに対する損害賠償請求債権を持ってるんだよじゃあそれでいけんじゃねっていう話でいけばいいわけわかるあのでそうするとあとは弁済期にあることっていうことですけどいつ弁済期来るかということでしょ えとこれはまだ学習が初期だとするとちょっと、ね、あの出てこないかもしれませんけれどもあの不法行為債権というのは、えー、ちょっと待ってくださいね、履行期については412条3項に規定がある、あのもう請求受けた時点で履行になるんですよ、死体になるんです。 つまりあの債務不履行に基づく損害賠償請求というのは基本的にあの期限のない債務ではあるんですよ要するに金払いという話、ねえー、損害賠償をせいということについては、えー、期限を定めなかったときなんだけれどももう払ってくれと損害賠償請求した時点で履行地帯に陥らせられますからそうすると結局のところ、えー、この A が B に対して持っている債権としてはよいしょ、えー、とここで前半ここまでしましょう。えー、A、B の 他人物賃貸借に基づいて B というのは A に A に使用収益させる際持ってるんですよ。で結局のところこれが C からの明け渡し請求によって 履行不能になっているとあごめんなさい、ちょっとじ間違えちゃった、ごめんなさい。C からの明け渡し請求によって、それが、履行不能になっているという状況になっています。ということは、結局、こういうふうに履行不能になっているということはですね、カっと書くと、A は B に対して、 損害賠償請求でできるる状態になってるんですよでこの損害賠償請求を非担保債権としてしまえばまあ大丈夫なんじゃねえということですね。ということで、えー、一応一つの回答としては、えー、どのような主張をすることができるかということですね。だからまあ特に変な問題にはならないと思いますけれどもちょっとだけ書いておくとそうすると。 えとまあ、できそうなものという観点からすると、非担保債権、これについては、A の B に対して有する、えー、さ債務不履行に基づく損害賠償請求ということですね、えー。ということですね。 であとちなみに細かい話になるからこれまだやらなくてもいいとこなんですがあの A がですねあのこれでも大体賃貸借の明け渡し拒む時の,あの王道パターンとして A が必要費有益費出してるケースがある建物に対して必要費とか有益費を出している場合には608条の規定で賃貸人に対して有益費や必要費は償還請求できますでこの必要費有益費償還請求を非担保債権とした留置権もえ認められます ですから、一応、ちょっと細かい話ではあるんだけれども認められそうなものとしては A が B に対して有する681項とか682項えまあちなみに681項、2項は見といてね681項、682項を見ると,えとどうやら必要費を支出したら直ちにですね、請求できますだから雨漏り直したみたいなねだからもしこれは賃,賃貸借期間の継続中ね、その代わり。 あの賃貸借契約終わった後に勝手にやっちゃまずいでしょだ他人物賃貸借契約が有効に成立している間に必要費を出しているということであればえ直ちに償還請求可能ですでそして有益費を出している場合も <laughs> 書いてありますよねえ賃借人が賃借物について有益費を支出したという場合ですね有益費を支出した時には賃貸借終了の時に償還請求できますからそうすると結局のところこれって有益費必要費については えと他人物賃貸借期間中に A が支出した場合には有益必要費に続いて償還請求も可能ということだ、ねはい、で一応、ここまでのところですが、まあ、問題で聞かれているのはどのような主張をすることができるかということですから明け渡し。 を拒みたいわけだから、えー、結局、さっき言ったこの辺りのところを丁寧に資金返還請求権はできないことは必ず触れなきゃいけないですけれどもい、えーまあ、ってみれば他人物賃貸借の履行不能に基づく損害賠償請求権を非担保債権として、えー、この建物を明け渡すまでは留置することができるということになりますでちなみにこれでまあ OK なんですがただあのコメントとして一応言っておくとです、ね、留置権の主張が認められるからこの人は住み続けることはできます。 ただ、賃料相当額は不当利得ね、いいよねあの、住めるってことはないからね、明け渡しを拒めるんだけど、それはただで住めるってことではありませんからねえ、本件では繰り返しになりますけど、他人物賃貸借契約はもう履行不能になっていて、契約終わってます、ですから、A に対しては留置券で、その払ってくれるまで留置するっていうことはできますよ、だけれども、ただで使えるってこととは違います、これ、反例の立場ね、えー、反例の立場ですよね。 えー、判,例判例の立場からすると、まあ、賃貸借が終了した以降については、えー、賃料については不当利得になりますから、えー、それについては返還しなきゃいけません一応これはあのコメントだけねちょっと不安な方はメモ書きしておくといいでしょう、えー、いいですねあの留置権の行使は認められるんだけれども、えー、ただ、えー、その賃貸借契約終了後の、あのー、賃料相当額ですね、まあ、使用利益になっちゃうわけですね。 えー、賃料相当額についてはしあのー、不当利得として、えー、A は B に返さなきゃいかんよということについては一言言及しておくとより完璧かなと思います。はい、ということで、まあ、一応め、まあ、この辺りに支出貯ばいて書いてあるけどもただ、これはねただで住めるわけじゃないよという辺りですね、えー、引き続き居住できるけれども、えー、賃貸借が終了して以降の賃料相当額の不当利得返還は義務よということを押さえておけばいいと思います。はい とということで、えー、と本日はちょっと最初ね、ね導入的な部分もありましたし、答案ちょっと使いながらということがありましたが、まあ、前半、一応第3問、第4問という形でやりましたので、えー、引き続いて、えー、この後問題を扱っていきますが、えー、休憩を挟んでになりますで、特に取っ組みやすい問題はまず1周目をバッとやってから、2周目で戻って、第1問とか第2問とか飛ばしてるやつやりますので、まずはい、一般的に王道的な問題をしっかりやりたいので、扱う問題は第7問、えー後,半ですねえー、後半は、えー、扱う問題としては第7問の問題。 えそれからですね、それから少々難しい問題もありますけれども、ま,いいまずとりあえず第7問はやりますという感じでいいかな、第7問と、それから第9問、第9問、それから第10問、このあたりの問題についてちょっと扱っていこうかなと思っていますので、問題としては、 7、9、10あたりですね、えー、から、えー、少し確認していくことにいたしましょう、はい、で特に第,第9問については少し賃貸借契約が絡んできてしまうので、えー、少し応用的なところかもしれませんが、まあ、できる限り、えー、今日のところで扱っていきますではそれでは一旦ここで休憩いたします それではですね、500、え、万、ー、の1回目の、えー、後半ということになります。えー、後半はですね、えー、今度はもう具体的な問題として7番以降の問題ということになりますので、えー、問題を見て、えー、ちょっとね、あのできれば今日は答案構成ってこういう問題よっていうのを掴んでもらえればいいですからね。えー、それでまあ次,次の以降についてはまあ見よう見まねで答案構成作れるようにということですね。えー、特に予備試験を受験検討されている方はあの70分なんですよね、答案ってね、えー、1回1問70分平均で解くので、まあ当案構成できるだけ コンパクトにまとめていかないと終わらないっていうところもあるので、まあだいたい一つの目安としてやっぱり問題文読むのも含めて20分超えちゃうとやっぱりえ答案書く時間がやっぱりないので、ある程度最初にそのこういうこと書くんだっていう形で答案構成ってした上で一気に書き上げていくって感じになります。ですので最初の方向性っていうのをね最初にこの合格答案で学んでいくっていうのはめちゃくちゃあの有益だと思いますのでしっかりこなしていきましょう。でであとは慣れてくるとだいたい問題の思考パターンみたいなのが結構固まってんですよね。あの短期に更新力ねえじゃんっていうのに対して 権利外貫法理で行くよとかね、まあ、今日のところではそれになりますけれどもある程度、さっきの建物明け渡し請求について、えー、留置権の抗弁の主張が出てきてその時に非担保債権なんですかなんていうのはやはりあの出てくる問題なのでその復習するにあたっては当案構成を何度も再構成というかねあの見直していく中でまあパターン化していくというのも重要だと思います。 では第7問からいきましょう、えー、第7問はこういうい問題ですね、えー、A 所有の高地について AB 間で売買契約が締結されていて、えー、B は、えー、代金完済して引き渡しを受けたが、えー、移転登記がなされていない、えー、その後、えー、この土地は、えー、B はこの土地上に 建物を建てて居住しているで引っ越しから5年余り経過した後 A は高地を C に売却し C への移転登記がなされたという、えー、状況ですということでまず最初、えー、図をしっかり書いていきましょうとりあえず、えー、1番目の問題としては、まあ、AB 間でまあ売買契約がなされて高土地ねで土地の売買契約がなされて、まあ、実際に占有がこういう感じですね A 所有の高土地について B 課で売買契約がなされてで B は代金完済して引き渡しを受けているけれども登記は A のままでこの上えでその後はいえこれ B は建物を建てているとまあ B の建物が上に立っているで今回売買契約の目的はこの不動産ですえこの土地について売買契約がなされているでで5年余り経過した後え A は高地を C に売却してえ所有権登記を備えた C が B に対して建物宗教土地明け渡し請求をしている、えー、この請求が認められるかでちなみに登記だ順番としてはこうか登記を備えていると。えー、ということでまあもうおしまいかなこれどうせ二重譲渡の問題でしょっていう話ですよね。まあ、図書いいててしまえば過去一番の問題については C に対して明け渡し請求でちなみに建物宗教土地明け渡し請求なのであの面倒くさいかもしれないけどきちんと所有権に基づく請求でしょだから所有権取得原因書いてね AC 売買が所有権取得原因でそしてえーと C は。 いいね、あの所有権に基づくだから必ず、えー、C は何を根拠として B に明け渡し請求を求めているか、えー、ということですそうするとこれは所有権に基づく明け渡し請求なんだから所有権取得原因事実ちゃんと書こうよということになるよねすると所有権取得原因事実は、えー、AC 間で買ったよという売買ということになりますであとは AC 間で売買契約を結んだ上で所有権取得してますなので、えー、所有権に基づく 私は、あとは、まあ、すごく丁寧にやっていく必要はあるところですが、まあ、端的にあの B からの反論としてあり得るものとしては、もうあれなんで、ね、もう登記取っちゃってますから、あのきちんと書くといろいろと書けると思うんですが、やっぱり BC はもう対抗関係に立ってますから、おそらく B から、 要するにもう反論しようがないんですよね。当期取られちゃってるから。まあ本件であれば、まあ B. C. としては一応対抗関係に立ってますよね。えー、B. C. は対抗関係に立っていて。でしかも C. が当期グビしています。ですので、まあ一応あれだよね。C. は。B. に。まあ対抗もできますので <laughs>。 まあ本来だったらこれどっちも登記取ってないとかねえどっちも登記を取っていないということであればまあ実際 B としては明け渡しを拒めそうな気はするんですがえ少なくともそうだよねあの引き渡しから5年余り経過した後にえ売りましたってことを考えるとまあやれることは結局のところ対抗関係で負けちゃってますからまあ無理なんだろうなとまあいうことになります。でただちょっとこれいろいろ考えられるんですよねただ例外はありますよね。 C が配信的役意者だった場合にはあのなくして視聴できますよね、えー、なので、まあ、これについてはさっとやっちゃいますけども C が限り、えー、無理と、まあ、いうことになりますよね、まあ、まず考えられるものとしてはこの辺りかなえー、まあ実際に このダメっていうのは、B の、B による、私は所有者だって主張はもう無理だよね。あり得るとしたら。要するに結局のところ、あの、明け渡しを拒もうとした場合、考えられるものとしては、まあ一応 B としての反論として、一応 B が、えー、所有者っていう、一応 AB 売買があるから、一応、 B が所有者だ自分が所有者だって主張は一応やれなくはないんですよい,いよねあの要するに B からしてみれば一応 A から買ったよと A から承継取得してるから私の方が先だよっていう主張だよね <laughs> 私の方が先だよってい主張はあるんだけれどもただこれはもうあっという間に切られちゃいますよね BC 間で対抗関係に立っていて C が当期グビしちゃってますから C は B に対して所有権主張ができる状態になってますので C が配信的悪意者でない限りはこの主張は通らないだろうと。 あとはもう一つあのこれは書かなくてもいいけれども時効完成後の C は第三者に当たるっていう主張もまあ一応ありえなくはないのかなあのでもでも時効完成後の第三者も結局対抗関係でしょ一応今回あの本件では一応でもあごめん 考えらられなくななくてていいけどごめんんまだだだ年しかか経っの問題出てこないねすみま,ま,ま,ません、今回問題5年ですね、すみませんでした。えー、引き渡しから5年だから、事故物の事故取得とかの問題も出てこないので、まあ、端的に、えー、1番としては、私が所有者だという主張を B としては AB 売買を理由としてかませそうなんだけど、まあ、AB 売買で事故に所有権を得たよと言,言えたところで、20売買ですから、結局、20譲渡ですから、C が登記を備えちゃっている以上は、は、えー、 C が配信的役員者だというような事情がない限りは177条で処理されちゃいますではえそれでもう明け渡し拒めるかっていったらまだあるよね一応必ず書いておいてほしいのが留置権の公弁ですねえまあ二重譲渡になった場合には一応留置権の公弁えについての検討はまあ,ありえなくはないかなというところですまあ大体よく書く話にはなるんですが ただ留置権の公弁もこれできないやね慣れてくるとあれだけど結局 C が明け渡し請求してるんだけれども B が持っている債権っていうのは A に対する不法あの債務不履行に基づく損害賠償請求債権のみだよね、えー、一応 AB 間の売買契約がこれもさっきと同じで履行不能になってるんですよちょっと上に戻りますけど、えー、この売買契約が結局はこの東京をグビしちゃった えーいいよね、売買契約によって登記を具備された以上はこれって C の登記を具備した時点でこの売買契約に基づいた登記移,、ねえー、移転義務が履行不能になっていてで履行不能になっている以上は損害賠償請求権に転嫁しているんですよ、これ一応だからで。そうすると一応 B としては A に対して。 とりあえず、えー、と A の登記移転義務について社会通念上、履行不能になっていて、えー、損害賠償請求ができますよということは1つ考えられるんだけれどもただ、こちら、えー、判例の立場からすると性なしだよね、えー、どうしてかというと心理的圧迫を加えるという関係に立たないんですよね。 いいよね、つまりこの非担保債権の債務者と引き渡し請求権者が同じだから払わなきゃって気になるんだよねだから留置権の趣旨っていうのはいわゆる留置的効力を持たせることによって債務者に非担保債権の弁済を要するに心理的圧迫によって促すというのが趣旨にあるということですから引き渡し請求権者が C で 非担保債権の債務者が A ということになるから、えー、非担保債権の債務者と、えー、明け渡し請求権者は異なってますから、えー、先ほどの留置権の趣旨でいうところの心理的圧迫を加える関係にはないので、えー、県連性なしということで、一応これは無理かなというところですね。えー、少ななくとも一応これはい連い連性で、えー、県連性ないのででの やっぱり留置権の取得はできないっていうことかな。あの念のため確認しといてね、えー、非担保債権の債務者と引渡し請求権者が同じ場合に、えー、この留置権の。 その権利性認めるわけだよねということで、えー、結論認められるかということで C の B に対する請求は認められるということでいいと思います、えー、先ほども、えー、触れた通り配信的悪意者が田舎ぐらいですね、えー、ということになりますでは、えー、括弧2番いきましょう、えー、括弧2番は今度はちょっと話が変わってきますね C はスーパーマーケットを営む会社であって高知の売買契約は用地買収担当者の D が、えー、付近一帯の給料が宅地造成されて高知は格好の店舗用地となることと判断し 近隣の倍近い価格で締結したのであるが、えー、実際にはそのような開発計画はなかったものとするはい、えー、一応大丈夫ですかね。でこののの場合の AC 間の AC 間の法律関係について論じなさいで特にこれ初めてかなこの法律関係について論じろっていう出題はねあの出てきたら A は C にもしくは C は A に何が請求できるかを答えてくださいという問題ですだから法律関係を論じろっていうふうに言ってるけど大体の場合は A の C に対する請求 C の A に対する請求みたいに分けて書いてくださいだから今回の場合売買契約を結んだんだけれどもまあなんとなく C がやらかしちゃってるんだよね C が一応法人として買ったんだけれども、まあ、やらかしてしまったでこのやらかしてしまったことに対して C としては何がしたいかということですで問題文の中でははっきり書いてませんけれどもまあ端的にこれ取り消ししかないかなない問題文の事情からしてもこれでしょ 高知の売買契約は売買担当者の D が付近一帯の給料が宅地造成されて店舗用地となるものと判断して倍近い価格で締結したっていうことはまあおそらくは動機の錯誤なんでしょうね、えー、いわゆる動機の錯誤に基づく主張ですそうするとでちなみにちょっと細かい話をすると「錯誤で取り消す」だと足りないからね「錯誤で取り消した上払った代金返せ」まで必ず言ってね でなぜかというと、根拠条文、これも改正後民法ですげえ使う条文ね、作語,語の取り消しについては、端的にこの話なんですよ、95条1項2号、あの95条1項2号の,あのいわゆる動機の作語ってやつです、えー、あのきちんと書くならば、えー、法律行為の基礎とした事情について認識が真実に反する作語ってやつね。 とこ,ことにはかけるところはないから、えー、宅地造成で値上がりする予定だというところについての錯誤があったで錯誤で取り消せるんだよねで取り消したら条文どこに行くかっていうと、はいえー、121条にちゃんと言ってください、えー、取り消した場合何が起こるかというと取り消された場合には始めあごめんなさい121条ね取り消された場合には初めから無効であったものとみなされますで初めから無効であったものとみなされた結果121条の2の1個 いいその時に無効行為における給付については現状回復で返せって言えるだから代金返還に行くんですいいこれよくあの論文書く時に生の事実すっ飛ばしちゃうとこれ何ができるか錯誤取り消しできる以上そんなの当事者求めてないよ払った金返すでしょだから錯誤で取り消して無効になるから現状回復で返せっていうその条文までちゃんと言いましょう いいかな,えー、なので一応、錯誤で取り消されると初めからえ無効な行為であって無効な行為の給付については返還請求が可能ということねつまり、原状回復請求としてのまあちなみに確かそうだよね。えー、っと まあ正直これあの売却して移転登記がなされたってことからすると代金払っている可能性が高いですしまあ代金払っている前提でいいんだろうなと思います。なのでえ一応、ここの部分条文はセットで書けるようにしておいてくださいまあ一応 C から A に対しての主張ですねえ C から A に対する主張としてはかかる主張がまず考えられることになりますであとはこれ、要件を満たすかどうかをちゃんと重足性見ていきましょうこれが要するに通るかどうかでしょ。 とということは最後の場合、要件、ちゃんと95条、1個1個見ていってください。95条1個、法律行為の目的、取引上の社会通念っていて重要じゃなきゃだめね。ちゃんと見ると、法律行為の目的の、重要なものであること。であること。ちなみに要件全部足していきましょう。そして次に、基礎事情について認識違反すると。 基礎と事代について認識反すること。それから、はい、表示されていることですね。つまり、九十五条一項柱書き。九十五条、ごめんなさい、九十五条一項二号。それから、九十五条二項。で、ちなみに、あの、ここで重過失ないことって書いてもいいけど、相手から重過失の反論が来るんだろうね。 えー、重過失のパターンに取り消しでできないでしょだけどあの条文の立てつけからするとあの重過失があった場合には取り消すことができないという規定になってるから相手方から反論できます。 錯誤いい取り消しを主張する側としての要件としては、えー、これで足りますよね、えー、法律行為の目的でうんぬんかんぬんにとって重要なものであることってやつね、えー、それから基礎事情の認識に反していたことその動機が表示されていたことこれが満たされれば、えー、これは錯誤取り消しができますのであとはこれで取り消しが通ればとんとん拍子で金返せにいけるねとんとん拍子で金返せまでいけるじゃあそれぞれ認定してください で実はこの答案に限って言う限らなくてもいいけどこの問題について重要なのはこれをちゃんと認定していいあの何が今回重要なのかってことだけどまずここから見ていくんだろうな基礎とした事情が認識に反するっていうことの認定はシンプルだよね値、ね、上がりすると思っていただけど値上がりしなかったったてことです、えー、問題文で言うと 2, の2行目から3行目の事実を拾ってください。 えー、付近一帯の給料が宅地造成されるという事実があったんだけどそれは認識に反していたとあごめんなさい真実と反していたつまり売買契約当時に、えー、本件土地が宅地造成されるという認識だったんだけれどもその認識が真実に反していたということを、えー、ちゃんと言えばいい上部に書いてあるでしょ95条1項2項を満たさなきゃいけないからまずこれ満たしそうだよね、えー、法律行為の基礎とした事情つまり宅地造成されるという事情が真実とは違ってた でこれは重要かどうか、はい、これはちゃんとここの認定をしてください、宅地で造成される,造成されることがなぜ重要なのか、はいえー、本件の事実関係を見ていただけると、まあ、何拾う、なんとなく、あ宅地だから重要だよねとかじゃだめよ、えー、C はスーパーマーケット会社であるという事実。 つまりスーパーマーケット会社がその店舗用地を買うということは結局はそこに住民がたくさんいるかどうかということが店舗の決定に極めて重要な意味を持つわけでしょとするならばこの宅地造成されることはこの法律行為の目的取引上の社会通念を照らして重要なものに当たるんだというようなことを書いていけばいいわけですだから実は結構当たり前のことを書くことになるんですよね実はね、えー、でもまあなめちゃいかんですよねこういうのはねはい で、えー、動機が表示されていたかどうかです、えー、動機が表示されていたかどうかについてですが、今回は分かりませんということですね、えー、動機が表示されていたかどうかは分かりませんが、ただ一般論として言うと、されてると考えていいでしょう、スーパーマーケットを営む会社が、用地買収担当者がやってきて買ってるんだから、目次的な表示はあるでしょうね、つまり、そのような、えー、いわゆる宅地であったりとか、まあ、もちろんこれ、市が主張するんだったらそういうこと言うわけよ。 はっきりと値上がりするから買いますよっていうような、えー、値上がりするから買いますよっていうことをはっきりとは表示していないとしても、えー、C としてはスーパーマーケットを営む会社がその用地買収のために担当者派遣して担当者に買わせてるわけでしょということは当然のごとくその用地というものがスーパーマーケットの敷地に適すると判断していることは表示されてるでしょ目次的にだって 単なるスーパーマーケットの,あのなんか一社員が来てるわけじゃないんだよ用地買収の担当者がわざわざ交渉して買いに来たってことは立地として要するにそういう宅地になるようなところをだって判断してるってことは表示されてるっていうふうに見ることもできますいや、ね、これは講義でもやったけどさ目次的な表示でもいいでしょだからその D さんがやってきたっていうことから、まあ、あの判断するっていうことは十分可能でこれ立場が変われば 話変変わわるるよね評価が変わるから立場が変わればんなことねえよと言ってねえじゃんっていううに言えばいいんだけど、まあ、一応、この問題については一応私なりには使いやすいかなと思ってたのがスーパーマーケット会社であることそして用地買収担当者がやってきているということを考えると、まあ、動機の表示もまあ特に問題はないのかなとは個人的に思います。まあ、目次的表示として、ね ま正直この問題というのはあのなかなか出てこなくてまそもそもこれ表示があったかどうかで場合分けしても構いません表示があったんだったらこうだよ表示がなかったんだったらこうだよとやることもできますただ表示がなかったら取り消せない終わり表示があった場合にはえ取り消せるという感じであの場合分けしていってもいいですが個人的にはこういう問題出てきたらま近年の傾向からして場合分け出す問題ってほとんんどないんですよ問題文の事情を見た時にどっちかってもう決めてくれっていう。 問題が出るんで、まあ、本件だったら、まあ、そのようなスーパーマーケット会社の幼虫買収担当者がわざわざやってきて、えー、そのようなちょっと高い値段で買ってるという事実、えー、からするとここっていうものが結局宅地として造成されるもしくは、えー、将来的に有望な土地だということを前提として買っていることは、えー、口には出さないぞ目的に表示されていると動機としてとすればた、まあ、一応主張としてありえそうじゃあこれ反論何ができますこれが通っちゃえば終わりなんですが反論はもうこれ95条の使い方 もうパターン化されてるからね A から C の再反論は D 重過失、えー、買収担当者がなんでこんなこと気づ,気づかねえんだよとちゃんと調べろよっていうね、えー、重過失でこれに対して C から A に対しては D 重過失としても A が D の錯誤につき 悪意重過失という事情があれば、えー、取り消しでき,ないできるよ、ね、だからここは何か民法のその作語取り消しのルールを知ってるかどうかっていう話だよね原則としては作語取り消しできてで表示者が重過失だった場合には取り消すことができなくなるで表示者が重過失だったとしても、えー、悪意ですね相手方が悪意重過失だった場合作語について悪意重過失だったら例外の例外で取り消せると。 だから原則取り消し OK、表依,依者重過失で取り消せない、表依者が重過失であったとしても、相手方が錯誤につき悪意重過失なら、やっぱり取り消せるっていう、まあ、この流れをちゃんと示せればいいかなと思います。本文ではあまりそこについてはっきり書かれてないでしょ、だから具体的な事実関係がないから、こういうふうに、まあ、事実が出てきたら枠組み書いていきましょうということでいいと思います。えー、なおですけれれどもこれあの 一点ちゃんと書くとあの一応用地買収担当者が出てきてるので、まあ、ここまで書くじゃないけどおそらく C の代理人として D はやってきてるんですよおそらくはおそらくはこのスーパーマーケットで法人でしょで法人の代表者じゃないや担当者として D はおそらくそのスーパーマーケット C から、えー、代理権が授与されておそらくは売,の売買契約を結んでるんですだから錯誤は代理人基準でしょ 一応ね錯誤に陥っているかどうかは代理人基準で見るから一応、細かいけど101条1 0条一1個も一応検討し、指摘して,ておくといいと思う、まあ、一応、なんでかというとこれ、一応前提として前提として一応 D は C の代理人と考えられます多分、死者ではないと思う。 用地買収担当者ってことだから用地の買収に対してある程度の権限を与えられてやってるはずですから単なる C の使者ではなくてえ独立した判断を委ねられている D は代理人と考えていいと思います農地買収に対するということは結局はあの売買契約が締結されてで結局は有権代理で C に帰属してるの今いやね D が締結した農地の農地じゃないや D の締結した用地買収の効果が現在売買契約として C に帰属していてまあ C と A との あれだよねそうだよね、えー、C と A との間で売買契約の効果が帰属しているで今回はその代理人である D の錯誤を理由に C が取り消そうとしてるんだよね、えー、代理人である C をごめんなさい代理人である D の理由 D の錯誤を理由に取り消そうとしているから、まあ、厳密に言うと101条1項の規定を一応やっときましょう代理人基準つまり、えー、錯誤取り消しは つまり代理人の錯誤に基づいて決めていくということですから101条1項ですね、まあ、これもし答案で書くんだったらそんなに重要なところではないのででもなんかね D が出てきたけどこれ大丈夫っていうところはそれだよね錯誤取り消しが認められるかどうかっていうのは代理行為がか介在しているときには代理人が錯誤に陥っていれば本人取り消せるんだよね,ね代理人が錯誤に陥ってるんだったら本人取り消せますからあの101条3項の場合は除いてね あの101条3項の場合を除いては、えー、取り消せますのでそうすると結局は、まあ、D は C の代理人として、えー、法律行為を行っているから、まあ D ですね、代理人である D の錯誤を理由として、C、本人である C が取り消せるということは、まあ、どこかで触れておくとあちょっと丁寧かなって気がしますね。はい、ということで、えー、第7問、えー、2つともです、ねえー、しっかりと見てほしい問題だったということになりますでは続けて第9問になりますね。えー、第9問 また同じ問題じゃんみたいなところがあるのでそこはもうそこはいいやねって感じでます、はいえー、とまず、はいまあ、実際だから南関法科大学院ついってもやっぱり出てくるものについてある程度パターン化されてるっていうのはわかると思います、えー、A が B に対して A の所有する高土地の隣には鉄道のあない地下鉄の駅ができる予定があるので、えー、高土地も値上がりするだろうと虚偽の事実を述べ、えー、高土地を代金1000万円で売却して B への移転登記を済ませた。 その後 B は高土地を C に賃貸して毎月10万円の賃料を受領しているという状況になっていますするとどうなってんだ A が B に売ったんだね A が B に対して売却したんですねで売却をして B への移転登記を済ませてで実際土地が実際こういう感じで B は買ったわけですね でなんとなくだけどね、近くに地下鉄駅ができるから値上がりするだろうということですが、今回は錯誤ではなくて、詐欺っぽいですね、えー、B から A あごめん,ごめんなさい A が B を騙したわけですね、A が B に対して虚偽の事実を述べた上でえで、ー、騙されて、えー、B が買っちまったぜって話ですから、まあ、おそらく詐欺取り消しとかが絡んできそうではあります、ただ今の段階ではまだ移転登記を済ませ、その後、えー、B は、高土地を C に賃貸していると、えー、ごめんなさい、賃貸だからこっちね。 C に賃貸しているで一応月額,10万円、えー、月額10万円で賃貸していて賃料を受領しているという状態ですだから今ぜ現実に C が占有してんだねまあざっくり言うとこんな感じは B えーまあ、所有権登記も備えていますから、えー、所有者で AB 間で売買契約がなされて B が所有者で,でそれで B の土地を C に、えー、と賃貸で出していてその土地を C に使わせているという状況になっています、はい、でただし C は、えー、賃借権の対抗要件なしですねあの賃借権の対抗要件については復習しておいてください、えー、民法の605条で賃借権は不動産に関しては登記を備える場合 それから借地借家法の規定だと借地の上に建物を自分名義の建物所有権があればいいんだよねそれで借地権の対抗要件になるということです、まあ、ここはあの今回の問題ではそこまでがっつりではないですが一応あの口頭で説明しておくとあの不動産賃借権については対抗要件制度があって債権なんだけれども物件と同じように対抗要件を備えればいいよ、ね、自分の所有権、いわゆる自分の賃借権というのは第三者対抗できるんです。 でどういうふうに対抗するかというと、シンプルにあの不動産賃借権だったら、たぶん借地権の登記をするんですよ、シンプルな605条に基づいてで、借地権の登記をすれば、えー、借地権者であることについてた第三者は対抗できるで、あとは借地ということであれば、れ C だったら、C さんはこの上に自分の建物を建てて、所有権登記のある建物を建てれば、その底地の使用権についても対抗が令とます。 だからこの人が、ね、自分がこの土地の賃借人だっ言いたかったら、賃借権の登記を備えるか、この土地の上に自分で建物をせっせと立てて、その建物の所有権登記を取ればいい。そうすると、底地利用権についても対抗関係がない。だけど、今回は借地権の対抗要件なし、えー、賃借権か。えー、賃借権の、まあ、一応対抗要件がない状態。えー、対抗要件がない状態そして、AB、間の えー、C については AB 間の詐欺について全員浮かしたんだということは状況としては、丸1丸2という順番かな、えー、これはね失礼しました、これ A 詐欺についてね。 A 詐欺について C は全員無過失であったで土地の売却がなされた後にその目的の不動産を賃貸借で備えてでその後、何したんだ、これその後 B は A の詐欺に気がついて意思表示をしたということでこの問題3で96条1項取り消しの意思表示をしようということですね。 さすが、えー、ちょっと難しいというか、込みった問題かなという気はします。で、まあ、この時 ABC 間の、なんだっけ、そうでね、ABC の法律関係について論じなさいだから、書、ま、く、あ、にあたっては結構、AB 間、ABC 間、AC 間、全部を検討する、えー、ということになっちゃいますね。と、えー、いうことになっちゃうんですが、ただ、これ、どこから行くのかということからやっておくと、おそらくね、こういうのでポイントは、 あの書くときはね所有権に基づくになりそうな関係のものからが書きやすいだ本件だったらこれ96条1項で A が取り消しの意思表示をしてるでしょ取り消しの意思表示だから売買契約がなくなってるからそうだよね売買契約がなくなってますのであれそうだよね もうこれはなしだからということでおそらくはまあこういう形で、えー、と所有権がこう戻っている状態になっているのかな、はいで。そうすると,ちょっと、ね、これかなり変則的な。 あの問題ではあるんだけれどもいつもだったらなんかこれあれでしょ騙してるのが A ではなくてなんか B が騙してねあの B が騙してそれであのやるケースが多いんだけど今回この逆ちょっとベクトルとしてはちょっと逆なんだけど売り主が騙してたんだよね。 で売り主が騙して売ってでその後に、えー、このように売却されて取り消しを求めているという、えー、ことにはなってはいますするとまず A からしてみれば主張としては何かといったら、まあ、取り消された側なんですよ、ね、厄介ですが取り消された側は所有権を復帰してるんですよねつまり、えー、96条一項取り消し、まあ、B による,、ねによるえー、所有権回復ですよね これはちなみに96条1項で121条、初めから無効ということになりますから、まあ、さっき言った通り取り消された場合には121条を押さえてね、そうすると私が所有者になったんだということになります、で所有権になったから、それに基づく A から C に対して、今、占有者 C だから、えー、所有権に基づく明け渡し請求。 ちょっと図としては変則的かもしれないけど、まず a からやっていくとこれなんだろうね。あの a はね。ちなみ取り消された側だっていうのがちょっと気持ち悪いんですよね。でも、取り消された側だとしても所有権回復するからね。いや、ね、本来だったら取り消して所有権回復するっていうようなイメージが多いんだけど、今回は売り主が騙していて買い主に取り消されてるんですよえ。売り主を売り主に騙して買い主に取り消されてる。 わけですよねそう取り消されたことによって要するに B からすれば金返せみたいな話なわけですよね、えー、B からすれば金返せって話なんだけどまずそもそも A としてみれば私は所有者に回復していますで回復してるってことは結局 C に対して俺結局の取り消されて所有権も俺になったからと取り消されて俺になったから明け渡せっていうことが言えそうなわけですよねはい でそうするとこれで明け渡し請求が認められそうな気もするけど C からすれば反論すぐ立つよね。C から A に対しては C は取り消し前の第三者です、えー、と論述はしっかりやってほしいんだけど96条3項の、えー、取り消し前の第三者には取り消しの効果を、えー、対抗することはできません。 ですから取り消しの効果として事故に所有権が移ったということについて A はその取り消しの効果を C に対して対抗することができないからこの主張これが排斥されるんだっていうのが C から出るはず。いいね、あの一応取り消し前の第三者については96条3項のの第三者の定義ですよねでどうして96条3項取り消し前の第三者だっけこれ理由もねあの 取り消し前の第三者の規定というのは取り消しの訴求項で影響を受けるべきものを保護するための規定だから。いうね。えーまあ、作後取り消し詐欺取り消し、いずれでも構わないけれどもその取り消し前のあごめんなさい、えー、96条3項の趣旨というのは取り消し制限をしている趣旨は、えー、取り消しの訴求項によって影響を受けるべきものを保護して取引の安全を資するためなんですよね。だからこの96条3項の第三者は取り消し前の第三者であってかつ第三者だから新たな 独立した法律上の利害関係を有してていいることともまあ求めていくとでそうすると今回これに当たりそうだよねえなぜかっていうと取り消される前 B による詐欺取り消,消しがなされる前に C は、えー、取り消しが入っていますそして新たな独立した法律上の利害関係つまり賃借人としてえ土地の賃借人として新たな独立した法律上の利害関係を有していますそしてかつ えー、取り消し前に、えー、この関係に入ってきてますから少しいつもとベクトルが違ってなんかね、あのー、ちょっと変わってるし今回、賃借人だからいつもだったら A から B、B から C に転売されて取り戻しのケースでしょだからなんとなく書きやすいんですよ、A から B、B から C で転売されてその転売された後に取り戻すとかだからなんとなく、あのー、イメージが湧きやすいんですが今回は転売ではなくてと目的となった不動産が賃貸に出されてると。 目的となっていると不動産が賃貸に出されているという点で、まあ、いつもはだからなんかこんな図書くじゃん A から BB から C でこれで取り消してみたいな、ね、96条で取り消してっていう時にこいつが96条三項第三者だみたいなね、まあ、いつもはこの取り消し前の第三者でこういう図になるんだけど今回はちょっとその賃貸借になっちゃってるから転売事例ではないのでちょっと書きにくくなっていると、まあ、いうことでしょうで話戻すね じゃあえ C が取り消し前の第三者に当たることは、まあ、ちゃんと規範と理由も立てて認定もしてください。いいでね、今回、このものについては、えー、取り消しの意思表示がなされる前に、えー、本件目的物の賃借人という、えー、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至ったものである。従ってで、しかも C、善意無過失認定されてるんだこれね、えー、詐欺における善意無過失なので、えー、により、 無過失により、えー、と A は C に取り消しの効果を主張できない。ということで、えー、結局のところ結論はこういうことになったわけね。これは最終的に結論ですけどね、えー、所有権に基づく明け渡し請求権はちょっと通らなさそうだと。 はいまあ、理由としては C から A に対する反論が普通に通っちゃいますからね、えー、取り消し前の第三者に当たるからというのが通っちゃうからまあ大丈夫かなとでちなみにそしたら C 負けこれでこれもワンパターンなんですよあのちなみに予備試験の問題でいうと,、えー、と令和元年がもうほぼこの問題です所有権に基づいて明け渡しができないってなったら次にやることは何か賃料払えで大体この手の 賃貸人とか所有者がこの A がやりそうなことはパターン化しておきましょうまず俺が所有者だから出てけっていう主張ですよねえ出てけっていう主張なんだけど今回はちょっとできなさそうですよねできなさそうですよねだからじゃあ出てけとは言えないけどじゃあ俺が新しい賃貸人だから賃料を払えとまあいう話になるわけですでなおですけれどもこれ念のためやっとくけどあの96条第三者はこれ対抗要件不要だよね いいよねこれは,あのはあの大丈夫ですね96条3項の第三者の場合にはえ登記不要対抗要件不要ですから C は賃借権の対抗要件備えていなくても大丈夫ですからね一応なお,なおにしとこうなお96条3項の第三者についてはあの全種・公種の関係だからです対抗要件は。 あの前種後種の関係に立ちますから対抗要件不要なので C もはい C は対抗要件なくとも全然構いませんこれはまあなおっていう感じでいいかなあの一応あの問題文で一応言ってるので <laughs> 問題文の中で 対抗要件を備えていませんっていうことについて一応言及がありますから別に対抗要件を備えていなくとも96条3項の第三者として保護されますよねあの取り消し後の第三者だめよ取り消し後の第三者は対抗関係だから取り消し前の第三者は違うでしょ、えー、全種公種の関係になりますから、えー、対抗要件いらずと、まあ、いうことになりますということでまず所有権に基づく主張がまず一番最初出てくるでここはもうパターン化されてるので,あのでだから私なんかがよく言うのはあの これは人それぞれ変わるけどなんか論証をガチ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 覚えるぐらいだったらこのようなパターンを押さえとかいいよ所有権に基づく明け渡し請求が通らなかった場合にじゃあ新しい賃貸人としての賃料請求の可否という流し込みです。で,でそれではじゃあ今度はどうかって言ったら A からしてみればやっぱり今度は賃貸人の地位ということになりますから、えー、としての 賃料請求ということになります <laughs> で。これは難問です、じゃあ法的根拠何がある所有権で取り消して、あごめんなさい、詐欺で騙されて、あ、ごめんなさい、間違えた、A が B を騙して、それで売買契約が取り消されて、で取り消された新しく所有権になったものが、私が新しい賃貸人ですというふうに言えるか <laughs> という問題ですね。 でこれについてはあの法律上の根拠は実はないんだけど似たようなものがありませんでしたこれ、だから実はこの一橋の問題ってここは応用問題なんですよ。えー、なんとなく新し,い所有者が新しい所有者が新しい賃貸人となって新しい賃貸人として C に対して賃料請求できますよという条文は一を触れときます、605条の2、えー、こちら賃貸借の学習まだの方でもこれはぜひ知っておいてほしい条文。 えー、605条の2の1項ですあの、対抗要件を備えた場合において不動産が譲渡された場合には、えー、不動産が譲渡された場合には、えー、その不動産の賃貸人たる地位は譲り受け人に移転するという規定があるんですよねで、この605条の2という規定はもともとこういう規定なんですよ、な、え、ん、ーまあ、でもいいか、B が C に対して賃貸借があって。 で賃借権について、まあ対抗要件があると。賃借権の対抗要件があって。でその後に A. が。え譲渡した場合には A. は。あの。<laughs> まず賃借権の登記があるから。ごめ賃借権登記。 えー、C が賃借権登記を備えているから本来だったらこれあの入門講義とかでもやってると思うけど本来だったら売買は賃貸借を破るから出てけって言えるんだけどただ不動産の賃貸借っていうのは売買は賃貸借を破るの例外で対抗要件を備えれば、えー、先立って対抗要件を備えれば勝てるんだよねなので例えばこの ABC のこの図のように B が C に対して賃貸していて B が C に対して賃貸していてこの目的不動産について先立つ賃貸借の登記 先立つ賃借権の登記をしていれば後で売られても A は明け渡しし求められなくなるんですよじゃあ明け渡しを求めることができないとしてじゃあ A はどうなるかっていうとあのさっき言った605条の2の1項によって新しい賃貸になるんですつまり明け渡しを求められなくなった結果この BC 間の賃貸借の関係がそのまま AC の賃貸借に移行するんですよで移行することができる結果賃料請求に結びつくんです で本件ははこの事案ではないよねなぜかっていったら賃借権の対抗要件は備えてないし賃借権の対抗要件は備えてないし605条の2の規定もうちょっと見てみようかえっ、ー、と605条の2の規定をもうちょっと見ていくとえっ、ー、と要するに取り消しによる復帰的物件変動でしょ 取り消しによる復帰的物件変動だから基本的には直接適用はできないかなとは思いますただ、もうこれ応用ですよただなんとなくこれ、類推の基礎ありそうじゃないでなんとかしてこれで賃料請求認められないかという検討をしてもらうというのがこの問題です。 実はこれいい問題で要は改正後民法だから結論がないんですよ605条の2の規定のような形で、えー、言ってみれば所有者が移ったわけだよ賃貸借契約がなされてる間に賃貸借契約がなされてる間に所有者が移ったで新しい所有者が結局のところ明け渡しを求められない状態になってるで明け渡しを求められない状態になっているときにこの A に対して新しい賃貸人と地位を認めるべきなのかどうかっていう問題だ。 でこの時参考になる605条2項の、えー、条文を使っていきたい。でたださっき言った通り605条の2の1項は直接適用できないんだよね。あでちなみにこの問題って本当に応用っていうか所見問題あの答えがあるもんじゃないから判例があるわけではないからただやっぱり思考過程としては賃料請求したいから。 行きたいでも605条の2の1個は直接適用できないなぜならば、えー、と AB の譲渡ではないそして C は対抗要件なし。 まあ本来の条の C 自身が対抗関係をあっつまり C 自身が対抗要件を備えていないし、えー、AB 間で譲渡があったような場合ではないから605条, 2, 項項の、えー、60条の2の1項の適用場面ではない。ということね適用場面ではないんだけれどもじゃあどうする累積適用なんだから累積適用できそうならば趣旨考えましょう。 605条の2の2個1個これどう言ってこういう規定があるのっていうことを自分で考えるわけです。でそしたら私だったらこれ趣旨っていうのは想像すると結局その新しい所有者が新しい所有者がその明け渡しというものをその賃借人に求めることができない場合に。 要するにいいよね求めることができない場合に当然に賃貸人の地位を移転させることによって法律上の関係を整備する法律上のその法律関係というものをまあしっかりとあの確定することにあるんでしょ。いいよねつまり本来の利用場面ってそうじゃん 本来の利用場面だったら目的物の所有者が変わってで新しい所有者が相手の賃借権に対抗できないつまり明け渡しを求めることができないような場合に A を当然に賃貸人にすることによって法律関係の確立を図るしような制度でしょということはでこれ趣旨を考えるんですこれはその趣旨が私正しいかどうかもね、えー、これはまあなんか思いつくしかないんだよでその代わり説得的に書くのはそこをか自分でひねり出すんですよじゃあ根件どうですか確かに 譲渡でもないし C に対抗関係は乗ってないけど所有者が言ってみれば取り消しの復帰的物件変動で所有者が B から A に復帰した上でかつ復帰した A が C に対して明け渡しを求められない96条3項のせいで明け渡しを求められない状態になっているのであれば先ほど私が言った所有者が賃貸目的物の所有者が変動したにもかかわらず新所有者が賃借人に対して明け渡しを求めることができない場面になるでしょ。う で今さっき私が言ったのはこれさっきの趣旨ってあるじゃんそれは私がこの結論から逆算して言ってるんですよいいよねこの2つの共通点どこっつったらそこでしょ この典型的な賃貸人の地位の移転が生じているような場面賃借権登記取られちゃって売ったけれども明け渡し求められないって状態とこっち復帰的物件変動になって B から A に所有権復帰したけれども C に対して明け渡しが求められないって状態の共通点何かって言ったら結局のところ賃貸目的物の所有者が変動して新所有者が賃借人に対して明け渡しを求められない場面でしょただからそれがその時にやっぱり法律関係整備する趣旨なんだよっていうふうにもう逆算するんです 条項の趣旨を多少ずれててもあのいいですだめですよ権利外観法理みたいなものは別よだけど初めて見る条文だったらおそらくはそのように趣旨は考えちゃいましょうそうするとその趣旨を、まあ、認定していってでその上で、えー、その適合性に流し込んでいくといいですよねで実際これについてはねあの あの賃借人にとっても有利なんですよねそ,のそうした方がいいですよねあの賃借人が対抗要件を備えていない場合でも結局のところあの法律関係は、ま、ず C の承諾がなくとも結局のところこの所有者が変われば新しい賃貸人なんだからいいよ、ね、所有者が変われば新しい賃貸人になるから、まあ、C にとってもまあ別に不利な話じゃないじゃんそれ認めても。 いいね、C にとっては別に不利な話じゃないのでそうすると結局この605条2項の趣旨を認定して本件でも趣旨が当てはまること、まあ、趣旨が当てはまるということですね、まあ、趣旨についてはそのようなことを触れておくといいかなというところです、まあ、さっきも言ったようなことを書けばいいんです いいですね、このような必要性があるとでこれはまた答案ちょっと今日示しますからで趣旨が当てはまるから結局605条の2の2項あ1項ごめんなさい605条2の1項の累推適用 でこの趣旨については、まあ、さっきもちょっと触れたけれどもあのもう一回口頭で言いますけれども賃貸目的物の所有者が賃貸借契約中に変動した場合において新所,新所有者が賃貸人に対して明け渡しを求められなかった場合にいや、ね、その場合の要するに法律関係のまあ確定であったりとかもしくはその場合、結局のところ当然そのまま使わせてもらった方が賃借人にとって有利だから。 いいよね、賃貸人の地位が移転した方が賃借人は借りてんだからずっとですからそのようなさっき言った通り A が明け渡しを求められなかった場合において法律関係を確定するとともにその賃借人としても引き続き同じ賃貸借契約を認めるというね同じ賃,賃貸借契約の継続を認めるという方が賃借人にとっても有利だしその、えー、必要性も高いよねっていうあたりだからまあちょっと触れておくと、まあ、簡単に言うと,、えー、と賃借人 つまり従前通りのねあの従前通りの賃貸借契約これだけだとこれマジックワードみたいになっちゃうけどあの言葉としては従前通りの賃貸借契約に基づく使用収益関係を C に認める必要があるから当然移転させなきゃいけないってことだよねだ C としては賃貸人じゃなくて賃借人として使い続けたいわけだよだからじゃあ従前通りの賃貸借関係を移行させると賃貸人の地位を移転させるという、まあ、つまり従前の使用収益を認めると 収益を認めるそれからあとは法律関係ですね、えー、確定の要請、まあ、この辺りはあのちょっと足りないけれども,も足りないからもうちょっと書くとさっき言ったような、えー、A が所有者になっていたとでこの本文でも趣旨が当てはまるっていうのは、えー、要するに B から A の風期的物件変動によって所有者が B から A に移ってることは観念できますよね。 B から A に対する所有権の復帰的物件変動によって A が新しい所有者になったのが観念できてでかつ、明け渡し C に対して96条3項で明け渡しが認められないという状況になっているこのような状況であったとしても C に対して従来通りの使用収益関係を認める必要は高いしあとは法律関係を確定させる要請は変わらないよねと。だから条の2の類推適用によって A が 賃貸人の地位をしますで A が賃貸人の地位を承継するから A から地位についてまあ賃料請求はできそうかな、えー、賃料請求はできそうかなと、まあ、いうところだと思いますでちなみにですけれどもこれ問題続けますえー、っとね ただ、これ、まだ条文はまだ拾ってない人はあれなんですけど、賃料請求するためには、A は所有権登記いります。これは605条の2の3項ですね。賃貸人たる地位の移転を経て、その後に賃料請求するときには、誰に C としては払っていいかわからないので、所有権登記を備えないと賃料請求できないというのが605条の2の3項で規定されてますから、ただし、一応賃料請求できるってことになるけれども、ただ、A は、 えー、所有検討器をあごめんなさい見づらいな、えー、所有検討器を具備する必要がありますでこれは605条の2の3項の類推、えー、605条の2の3項の類推ということで、えー、いけるのかなというところです <laughs>、はい、ということでまずえー A から C に対する話はこれでい,いかな特になんか敷金があるとかそういう話でもないのであのとりあえずは A から C に対しては所有権に基づく明け渡し請求はできないけれども所有権に基づくあごめんななさいこれ,これも類になるね605条の2の3項で新しい賃貸人が賃料請求するときにはこの賃貸人の地位の移転があって新しい賃貸人が えー、賃料請求するにあたっては所有権登記を備えなきゃいけないなぜかっていうと賃借人からすれば誰にとあの賃料を払っていいか分からないからっていうのが一応説明されるね、えー、誰に賃料を払っていいか分かりませんので、えー、賃貸に至る地位を、えー、対抗するためには所有権登記が必要というのが一応605条の2の3項になりますということで A から C は以上もう気が遠くなりそうですけどね A から C に対しては所有権に基づく明け渡しはできないけど、えー、ただしえー 賃料請求は東京を備えればできそうと。じゃあ C は A に対して何ができるこれはもう従前通り使わせろでしょう。いいね。だからこれもサクッと。賃貸人の地位が移転してますからえ、端的に C は A に対して今まで通り使わせろという請求はできそうかなと。まあこれは書かなくてもいいと思う。じゃあ今度は、じゃあどっちにしようかな。えー、なんとなくやりやすそうな方行きましょうか。えっ、ー、とね、BC 間。えー、BC 間どうなるか。 はいえー、とこちらはあのシンプルです、B から A に賃貸借契約の地位が移転してますから、B は賃貸借関係から当然に離脱して終わりです、何の請求もないということですよね。 だって賃貸人が B, が B から A に変わっていますので、えー、B から A に変わっていますから BC 間の法律関係については賃貸人の地位が B から A に移転したことによって B はこの BC 間の賃貸借契約関係から離脱して新しく AC 間で賃貸借契約になると、まあ、いうことになりますから BC はそんなに問題にならないかな一応念のため、えー、コメント程度入れておくと、まあ、BC 間については、まあ、本当にコメント程度です。まあ、B から A に え賃貸人の地位が移転していますでこれに伴って結局 B は賃貸借契約の関係からまあ離脱するとまあ言ってみればこういう感じだよ BC 間の賃貸借契約が賃貸人の地位が移転したことによってこういう感じになるので。 結局まあこれなくなっちゃうよねっていうこの人なくなっちゃうよねえつまり本来あった BC 間の賃貸借が賃貸人の地位の移転があったことで AC 間の賃貸借みたいになるのでえ結論としては B はこの賃貸借契約関係から端的に離脱していくとまあいうことになりますではここまでえいいですかね AC えとそれからなんだっけえと BC についてやりましたが最後はもっとシンプルです AB 間, AB 間はもうシンプルですね、えー、この B が96条1項で取り消していますから、えー、何をすべきかっていうことだけいきましょう、はいえー、ということになりますとすると結局のところ96条1項で取り消されてるから121条で121条の2の1項で結局お互い返せになりそうだね お互い返せということで、ちょっとぐちゃっとしててごめんなさいね、これお互い返せということで、えーまあ、やってしまっていいのかなと,、はいでえー、と、そうするとですね、端的に、原、まあ、状回復請求ということになります。じゃあ、A から B に対して何ができるか、A が B に対して何ができるか。 そして、A、B が A に対して何ができるかということですが B から A は別にこれ代金支払い請求ですよねあごめん代金返還これは何か返せって言えそうですよね一応96条1項によって取り消されてますから結局取り消しによって現状回復義務が生じているので A は B に対して取り消したから そうだね取り消したから代金返せという話で A は B に対して何するかというと戻せでしょう、ね、じゃなければ賃料請求もできないからね今、所有権登記 B にありますからこの不動産について所有権の移転登記所有権登記の移転ですね、まあ、これについてはそれぞれ。 要するに取り消しの当時ちょっと愚痴あったんでごめんなえ、取消しの当事者間になってますので、え、取り消しの当事者間になってますから。A. が B. に対しては、え、登記改正。B. が A. に返して代金改正という関係になります。いいですかね。<laughs> はい、で、ただ、これ、もうちょっと、これ、繰り返していきますけれども。 あのじゃあ、代金についてこの引き渡せ、で登記返せということになるんだけれども、ここも若干応用的な議論だけど、ここはやるからね、今日ねあのじゃあ、この代金は利息つけて返すかどうか、えー、つまり、代金渡して、まあ、利息をつけて返せということになるのかどうかということなんですね、でこれは条文、ちょっと参考にしましょう、これ、解除だった場合です。 これ今回錯誤取り消しじゃなくて詐欺取り消しになってますが解除の場合は545条で解除の規定があるんですよでこの解除の時には金銭を返す時には利息を付さなければならないと書いてるんですよねでそうすると解除の場合には利息を返すのに詐欺取り消しだった場合には利息を返さないってなるとちょっと表則が合わないだろうということでこれは結論どっちもありますけれども私はこれ利息付きで返せって請求しますね あの実際に121条は現状回復としか書いてないんですよ、えー、121条,条の2の1項は結局現状回復で返しなさいとしか書いてないってあて代金の利息まで返せということについては言ってませんただしこれってでも売買契約が要するに訴求的に無効になる場面でしょということは解除の場面と結局やってることは変わらないのよ 結局、債務不履行によって解除されているのか、それとも相手方の詐欺によって取り消されているのが違いで、あの状況としては545条の、えー、と解除の場合と似てますから、そうすると解除のルールとして545条2項で、あの代金だったら利息をつけて返す。あと、ね、目的物の時は、果実を返す。この果実って今回何になる ?B が今まで受け取った賃料を全部返せです。 あの果実っていうのは言ってみればその A はお金を持ってたんでしょ A はお金を持っていて B が不動産を持っているっていうこれをお互い返すわけじゃんそうするとまあ言ってみればさっきの解除の規定545条の2項や3項の規定に考えれば代金返す側は利息つけて返すんだから不動産を返す側は今まで得た果実である賃料も渡せになるだろうねでそれで多分表則あるんだろうね使用利益だから でそうすると私は一応の感じで代金請求プラス利息請求までしちゃいますでこっちは所有権移転登記プラス使用利益でこうすると表則合うかなという気がしますだから言ってみれば B の得た賃料です えー、B が今まで得た賃料を返せという請求がお互いにできるのかなと、えー、いうことです、まあ、な,なんかこれは結論があるわけではないというのはいいよね、えー、結論があるわけではないんだけれどもでこれについてはさっき言った545条の2項とか 3, 章3項をあごめんなさい見えなかったね私なんかは3項にしちゃいます、まあ、理由付けとしては結局 あのまあ無効行為に基づく給付であるあのさっきの原状回復ですねえ無効行為に基づく給付の返還である原状回復121条の2の第1項の場面とえ解除によってえ結局契約が巻き直されて原状回復する場面でいうのは基本的な作用場面って似てるからそれによって結論に差をつけるべきではないってことであればその解除の場合には利息つけて返せ物返す時には使用利益も返せってことになるからそれと同じ結論にすべきだよぐらいな感じで一言書いて おけばまあこんな感じで綺麗な処理ができると思います。はい、じゃあ A.B 間ここまででいいかなと思います。で、ただこれも嫌かもしれないけど応用しましょう。少し応用し応用問題。えー、っとですね。じゃあこの時 A と B との間でこういう感じで変換請求ができる。で、私はもうこれで十分合格ラインいくとは思うんだけれども、少しここから先応用的に言うとこの二つというのは利子の裏返しなんですね。 かります代金払うことと物を引き渡すことを要するに取り消しとか解除で元に戻そうとしてますよねでこの時には基本的にはこの2つっていうのは現状回復の場面も同時履行の公弁権の533条つまり本来の売買契約だったら代金払うまでは引き渡さないぞと物を引き渡すまでは金払わねえぞっていうのはお互いに公平の観点から要するに 他方が給付してくれないんだったらこっちも給付しねえぞっていう同時履行の抗弁というのが認められるんですねで、これは533条で学習していきます533条で規定されていてまあ、総務契約の当事者の一方は相手方の債務の履行を受けるまでは自己の債務履行を拒めるで、これは契約の履行なんだよね本来的にはだから売買契約の履行において同時履行の抗弁権って認められているんだけどこれは現状回復だけど結局履行の裏返しでしょ だからお互いにこれ同時履行の抗弁権主張し合っていいですつまり B からしてみればえーっとなんだっけ B からしてみれば要するに投機起よこせって言ってきたら代金返してくれるまでは投機移さねえぞっていう主張で A からしてみれば A からしてみれば代金払えって言ってくれるでしょ代金返せって A は言ってきたらいやいや投機移してもらうまでは返しませんぜということをお互いに533条の累積適用で拒むことができると考えられます、まあ、一応これは えとこれ契約の履行の裏返しなのであのこれはあの履行そのものではないので直接適用じゃないんですね。関係に立ちますから返還返還相互についてですね。 ま,あまだちょっと民法の学習がまだ終わってないとかちょっとまだかなという方はまだ同時履行の抗弁権というのは何なんだというところとか出てきますけどあのこのようにあの契約を履行するにあたってはやってくれるまでやらねと言えるんです。よ で本来はそれは売買契約に基づく代金の支払いと物の給付とかで使うんだけれどもでもこれって結局お互い返せ返せって関係だからその利行の裏返しだから結局やってる状況は同じなんですよ利益状況はなので返還相互について同時利行の公弁権の一応は認めてよいと一応これ累推ですはいということでちなみにこれなんで言ってるかっていうとね これれも頭入ととくといいです大体パターン化されてるんですよ要するに詐欺,詐欺とか錯誤で取り消されたり解除した場合にはお互い返せ返せなんですよで解除の場合だったら利息つけて返せ使用利益つけて返せっていうね、えー、形でお互い返還請求し合うでお互い返還請求し合うんだけどこれは債務の履行ではないけどその裏返しだから結局のところ533条の趣旨が当てはまるのよ公平の観点 総務契約の当事者の公平の観点というか言ったら533条の趣旨は当てはまるから累推適用でお互い拒めるよとまあいうところまでえ言ってあげると丁寧ですこれあの大体その真っ白な状態から思いつく問題じゃない真っ白な状態から思いつく問題じゃなくてこれが出てきたらそれ書くっていうふうな筋道がやっぱり出てくることになるでかつねこれ書くと,と便利なのはこれ同時履行の公弁権は確かに認められるんだけど あの私なんかは A から同時履行の公弁権を認めるということは私はあの認めないという感じですだって詐欺を働いている側でしょいいよ、ね、自分から詐欺働いておいて原状回復義務これよく出てくるんですよこれもあの詐欺を働いた側が要するにお互い原状回復だから簡単に言うと A の側は当期を起こせ B からは代金返せでしょいいよ、ね、A の側からは当期を起こせ B の側からは代金返せという状態になっている売り主がだましたからね でこの時にじゃあ売買契約が解除されてそのようなお互い返還請求の関係に立ってる時 A からしてみたらじゃあ代金返してよっていうふうにね B が A に対して代金返してよいやいやもうこの場合だったら当期と,、えー、とこれはあれだ当期、えー、と賃料当期と今までもらった賃料を返してもらうまでは俺は代金返さねえぞっていうその主張を許していいのっていう問題が実は出てくるのよでこの時念のため確認だけど何使うか覚えてます まあ審議則使ってもいいけれどもこのようにお互いに返還義務を追い合うような場合に一方が同時履行の抗弁権を主張するのが明らかに失当な場合にこの,この人による A による同時履行の抗弁権をブロックするための法律構成ってありましたよねあの念のためえっと同時履行の抗弁権と似てる規定がありました何かするまで引き渡さない留置権ありましたよね留置権の基本って295条2項ってありませんでした 不法行為で始まった占有物に対して留置権発生しないよねで同時履行の公弁権と留置権っていうのは基本的にはその趣旨が近いものとされてますいいよね当事者間の公平の観点という、えー、ところがあるので295条の2項では不法行為によって占有が始まったものには留置権認められないでしょつまり A っていうのは不法にお金の占有してんですよ詐欺によって いいよね、つまり詐欺行為という不法な行為によって自らその B の代金をせしめたという関係にある。ということは不法行為によって金銭の占有をしていると評価できますよね。とすると本来だったら留置権の話になるんだけれどもその留置権の規定の類推によって、まあ、そもそも現金に留置権行使できないけどねそもそも、えー、現金に留置権行使できないけれどもただ要するに評価としてはそういう状態だよね。つまり自ら不法な行為によって目的物を自分の支配下に置いた。 場合には留置権が行使できないっていうでそれと状況近いんだよということから、えー、295条の2項の累推適用によって、えー、この A の,先 A の要するに金銭の取得金銭の取得の原因が不法な行為によって始まった場合には、えー、その不法な行為による解除においてあごめん取り消しにおいて相手方からの返還請求に同時利行の公弁権を認めることはやはり許してはならないというふうなところまで実は導けなくはない。 だから、ょっとも A に認めるのは公平に資するよねと。だから、295条2項の類推であったりとか、審議則まあなどにより、 A の A 公弁を否定まあ今日9番までななっちゃうかな問題的にはこのように A の同時履行の公弁を否定することもできるんじゃないかとまあいうことになっていきますま。正直ここまで言う必要があるのかどうかっていうのは大変かもしれないけれども。 一部法科大学院試験ならちょっと変わっあの例外はあるんだけど例えば予備試験とかの,あの事例問題であれば自分で想像して書けっていう問題より誘導つきますから。 あのそこは心配しなくてですあのいきなりこれ真っ白なこういうふうに、ねまあ、これ一橋の問題だからね法科大学の問題になるけどあの真っ白な状態から自分でこう積み上げて作ってくださいって問題は、まあ、ほとんどなくて問題文が比較的長い事情の中から、えー、この A に対して返還を求めることは妥当じゃないんじゃないかみたいなような事例が出て事実が出てくるからそれでああこれなんとか同時履行の答弁を否定できねえかなと。 いいう感じで考えていくでこの時、まあ、正直こあの私は295条2項累積がいいと思ってますが思いつかなきゃ審議則でいいよ不公平でしょっつってでただ審議則ってずるるいととかあるじゃんなんななくねあのやっぱり法律上どうしようもない時に最後の手段で審議則使って審議則上これは認めないってやることになるから法的根拠があんなら法的根拠があった方がいいんでそうすると、まあ、留置権の規定で不法行為で始まった場合には留置権成立しないと。 えー、不法行為で専用が始まった場合には留置権否定するっていうのが条文であるんだからじゃあ同時履行の公弁権趣旨同じだから不法行為ですよね詐欺だからね、えー、詐欺という不法な行為によって給付を受けたものはねそのだから一般化するとそういういこと詐欺という不法行為によって給付を受けたものはその返還,性返還の場面において、えー、同時履行の公弁権は主張できない。 ととといいいいいうふうに考えていけばいいと、まあ、いうことですねそうするとこの9番の問題かなりやり込んだ問題だと思いますがそうするとお互いに結論は見えたかな ABC3 社の関係を解きなさいということですがまずやっぱりここから書かないといけないんだねだからこれなかなかえぐいよね問題ねあの AB 間で要するにまず賃貸借の賃貸人の地位が移転するって言わないとこの B の離脱が言えないんだよ B の離脱が言えなないいかからまずは A と C で喧嘩させるしかないんだよねどうしてもだから A でただこれなんかそういうテクニックというよりは、まあ、私なんかにうはとにかく所有権的請求がやっぱり一番最初に出発点としてあるはずなんですよねだから所有者がその占有者に対してまずごねるんだよ出てけってだからそこから出発するとやっぱ AC なんだよね 要するに取り消しによって所有権回復した A から C に対して出てけっていう一で,しょうでこれに対して96条3項で C が結局優先されるから明け渡しは求められないけれども605条の2の累積適用で賃料請求は可能所有権登記を取ればでそれによって賃貸人の地位が移るこれまでが、A、b AC b 間じゃあ BC 間はっていうと結局 BC 間はこの賃貸人の地位が移転したことによって B は離脱するということだねで AB 間これ詐欺の当事者同士 取り消しの投資者同士だから121条の2の1項で現状回復、現状回復であとは、もし現状回復の時にそのどこまで返すかということとあとは同時履行の公弁権を A に認めるかという問題がまあちょっと加点自由みたいな感じでチャリンチャリンやっていくイメージかなと思いますで今日ここまでになるかなと思いますが実際、答案でちょっと練習というかねあの私の方で4ページから6ページまでで。 まあまあ、こんな感じで書いてみるかなって感じ今、私がまあこう書いたものについて一応、答案ベースで、えー、法律関係をちょっと骨組んでみで見る骨組みというか作ってみるとこういう風な感じかな、まあ、あの特にこれ、ナンバリングうまく工夫してください。 あのまあ私のこれ答案なんかは結構ナンバリングタイトルとかはある程度参考にはなると思うので要はまず AC 間の法律関係で1で A の C に対する請求で括弧一1括弧二2で所有権に基づく明け渡し請求新賃貸人としての賃料請求って分けてますまあ大きく分けると請求の枠組みをこうやってまあ作っておくとまあするとあこれあ u いうまでいっちゃってるねえそうすするるとと A の C に対する請求として えーまあ、実際、例えば皆さんが今、さっき書いたとい,いうかね、あの私が示した答案構成をもとに、こういう文書が作られるわけですね、えー、ちょっと実際見ていきましょうか、えー、A は詐欺を理由とする、高、えー、土地の売買契約の B による取り消しによって、96条1項で、売買契約は訴求的に無効となることから、高、えー、土地の所有権が事故に帰属しているとして、B に対して所有権に基づく返還請求権として、高土地の明け渡しをまず請求するということが考えられるわけ。 でこれに対して C は、えー、自らが96条3項に言う第三者にあたり、えー、かつ、えー、公土地の賃借開始時点で A の詐欺について全員無価値であったことを理由に A は C に対して取り消しの効果を対抗することはできないんだと96条3項の反論があるでこれ、ちなみに結構あの私いろいろ参考になると思うんで,でこれが認められるかってこうやって書くと結論を先出しているので楽 <laughs> C による反論は以下の通り認められる。 っ言っちゃえばとりあえず96条3項の第三者という C の反論というのは、まあ、以下の理由の通り認められますよと言ってバーっと書いちゃえばあの結構説得的になるでしょ以下の通り認められるじゃあどうして認められるんだあとはこれはちょっと規範当てはめが必要になるからちょっと規範当てはめで分けて96条第三者というのは取り消しによる訴求的無効の上れに害される第三者すなわち詐欺による意思表示の取り消し前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったものを言うと解する。 えー、なぜかというと理由はこれ96条3項の趣旨は取り消しの訴求項を制限することによって不足の損害を被る可能性の第三者を保護することにあるだろうとじゃあ本問ではって当てはめるのよそうすると B の取り消しの意思表示よりも前に B との間で賃貸借契約を締結してるんでしょそと公土地の賃貸人と,いうあ賃借人という新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ってるよねとそしてその当時において、えー、善意無価値であることは問題文上を認定できる そうすると C は96条3項の善意無価値の第三者に当たるから A は C に対して詐欺取り消しの効果である売買契約の訴求的無効の主張はできない。 よって所有権に基づくあとは、登記いらねえよって話ちょっとしたからここに、えー、私なんかはこのな,なおって結構好きでね <laughs> えーとなお、AC 間の関係は全種公種の関係であって対抗関係ではないこと、えー、全種公種の関係であって対抗関係でないことや全員無過失の C は A に比して規築性が極めて小さいことから、まあ、96条3項の第三者として保護されるために対抗要件は不要だと。ということでまあ従って、よってで結論 A は所有権に基づく返還請求できない。 じゃあ次賃貸人ととして行こうぜとだ次に A としては C の賃借権に対抗することができないとしても公土地の所有権者として詐欺取り消しによって賃貸人の地位が B から A に移転したことを理由として C に対してまあ月額10万円の賃料を事故に支払うよう請求することが考えられます。 で原則としては、まあ、この辺はちょっと賃貸借契約の問題になっちゃうので、まあ、原則としては賃貸人の地位の移転には契約の相手方の承諾が必要なんですねだけれども不動産の賃貸借契約においては605条の第1項の要件を満たせば、えー、賃借人の承諾なくして当然に賃貸人の地位の証拠が生じるわけですいいですねあの、まあ、原則としてはこの契約上の地位の移転というのは、えー、お互いにあれですよねあの 相手方の承諾がいるんだけど、不動産の場合には、この605条の2の1項がありますからえ、この要件を満たせば当然に賃貸人の地位は移転するんです。で、これ、ちなみに、答案作成上の要注意点が、このの2何項の時には代入れてください。わけわけわかんなくなるから。わかる ?605 条の21項ってやると、605条の21項みたいになるからね。わかるよね。あのちゃんと、そこの時は600何条の何、 第何項って書かないといけないのでここはねあの一応も答案上そうしましょうでちなみにまあ要件を満たせばいいんだけどこれ直接的にないよね、えー、直接適用ができないということでここに書きました605条の2というのは賃借人が賃借権の対抗要件を具備した場合に賃貸目的物の譲渡がなされた場合の規定であって本文のような賃借人が対抗関係要件を具備していない状況下での詐欺取り消しによる所有権復帰の場面とは違うよねと、まあ、だからまあここはもうちょっとあの細かく書いてもいいと思うけどね でただ、賃借人が対抗要件を備えていなくても96条の3項の第三者に該当するため所有権者が明け渡しを求めることができない場合であったら結局利害状況同じでしょみたいなことを言えばいいんです。 まあ、もっときれいに趣旨から書いてもいいけどね、きれいに趣旨から書いてもいいけれども、まあ、結局、605条の2の直接適用できない場面というのは分かりますよね、えー、今回、賃貸目的物の譲渡の場面であるから、そのような詐欺取り消しの復帰的な場面とは異なってるんですと、だけど今回は96条3項の第三者に該当して、所有者が明け渡しを求めることができないような場面に当たっていると。 であるならば結局賃貸人の地位の移転により従連増利の目的物の使用収益を認めた方が賃借人にとっても有利だしまあ法律関係の安定という点からしても605条の2の適用場面と共通するであとはまた、えー「復帰的物件変動だから譲渡と同時できると」さっきこれ原則としては譲渡の場面ということになってはいるんだけれども、えー、ただ取り消しの効果は条文上は訴求的無効とは言っても権利変動の実態としては復帰的物件変動と捉えることで譲渡と同時できるよって累積、えー、ができるという形かな。 だからここはなんか見せ場ですよね累推適用はできないけれども何とかしようぜっていうことを趣旨から導くでこれはもうどんな論文でも同じですから分かんない問題が出てきたらとにかく趣旨から法的根拠と趣旨ですからそうすると今回は605条の2を何とか使いたいのでそこの趣旨から導いていくと対抗要件を具備していなくとも。 所有者が賃借人に明け渡しを請求することができない場合には605条の2第1項が累積されて賃借人の承諾なくして賃貸人の地の移転が生じると一般論を示して多分次には本文ではでしょあ書いてねえや、ー、本文ではってのがあれば本文ではって入れていけばいいんですが、まあ、今回ちょっと当てはめは。 あ,あっさりになりますがよって A は高土地の所有権移転登記を備えれば、まあ、これ650の,の3項にありますから、えー、それを類推になりますが C に対して賃賃貸人としてと詐欺取消日以降にかかる月額10万円の賃料請求、えー、詐欺取消日以降の賃料請求できそうだねで C から A についてはシンプルに、えー、従前の契約関係やってくれって言えばいい BC 間についてはサクッと、えー、賃貸人の地位の移転によって当然離脱 で今度は AB 管ということになりますが AB 管についてやっぱり条文としては96条1項121条121条の2の第1項これ全部指摘してお互いに高土地の売買契約の詐欺取り消しに伴う原状回復請求をすることができるそして取り消しに伴う原状回復でも契約解除と同様に契約関係の白紙還元の場合であるから給付物には果実や使用・服役を課して金銭には利息を付して返還すべきであると545条2項3項3照と。 まあ、あとは、まある程度この辺りのところはやりあのできたらって感じだけど意思能力や制限行為能力の無効取り消しじゃないから現存範囲では足りないよとでしたがって、はい、A は B に対して所有権移転登記請求とそれから B が C から受領していた今までの賃料全額よこせで同様に B は A に対して代金1000万と利息相当額返せ。 とという請求ができるとでただその一方で同時履行の公弁権が認められるとしてあこの後請求相互の関係として、まあ、これも直的できないけど類的って感じですが、えー、総務契約の債務の履行請求それ自体ではないけど取り消し前の契約関係が総務契約であるとだったらその生産関係の返還義務というのは結局総務契約と同じように考えるべき、まあ、裏返しだよってことしたがって両請求間に履行上の権利関係を肯定して原則として同時履行の公弁権を認めちゃえばいい。 で認めればいいんだけどしかし、えー、自らの詐欺によって給付を受領した A に同時履行の公弁権を認めるのは533条の趣旨である公平の観点から妥当ではないから類似機能を持っている留置権の類推適用で、えー、不法行為たる詐欺によって給付を受けた者は同時履行の公弁権ができなくなると、まあ、いうような形で書けばいいのかなとは思いますで一応、これ、まあ、どのぐらいかというと一応、私のこれ、答案例という形になりますが一応、現実答案って感じですかね。 だから実際の実地です実、まあ、実際の実地で、まあ、70分で書いてねって言われたときに、まあ、このぐらいまで書けてれば大丈夫かなという一つの水準だと思ってくださいだからあの完璧な答案というのは一応書くのは今求めなくてもいいと思っているんですね完璧な答案ではなくても要するに法律関係の,その要するに主張、反論を組み立てて争点を固めてその争点に対して一つの,あの結論を出していくということの作法をしっかりとやることとあとやっぱり明確に書けるかどうかなんですよね。 あのなんとなく書いててごっちゃごっちゃになっちゃってる人っていうのは特に民事系の場合には。そそののの請求のその 要するに主張反論の位置づけっていうのが漏れちゃってていきなりなぜか突然なんか論点みたいなところが書き始めてで、えー、結局、何なのみたいな感じになっちゃう、えー、ケースになりますのであのそこは特にはしょあの私の、ね、合格答案作成講座の講義の中ではとにかくあの、答案として毎回毎回主張反論っていうのを書く必要はないんだけれども答案構成の中でもう請求、まあ、特に予備試験を受ける方については要件事実でいうところの請求原因と公弁再抗弁 ととといいいいうあたりのところを意識してて、えー、やっていくといいですだ特に所有権に基づくといった場合には所有権の取得原因をふらえてはいけばいいということですよねで、えー、あとはその他ですけれども相手方の反論としてどういうものがあるのかもしっかりと見ていくといいと思いますでは、えー、と一応です、ね、次回以降になりますけれども次回の講義が、えー、と問題文を指定ちょっとさせていただきます、えーとね、今日一応4問ということになりましたけれども問題文としては次に扱うのが、えー、第1問 えーとこれ10問でいいのかな、えー、第10問、えー、ですね、第10問それからいいですか、ねえー、とどこかな、えー、とやる問題だけ言っても私の方で今指摘します、えー、第10問、えー、それから第12問、第10問、第12問、えー、それからえーと第13問、えー、と <laughs> ごめんなさいねとあとは。 あ第15問、第十五問。で、えー、とあとはそうです、ね、第16問まで、えー、進めていきます、えー。第15問、第16問まで、もう一度言いますね、えー、第10問、えー、そして、えー、第10問、第、えー、12問、えー、第13問、えー、第15問、第16問。で余力がああればですね、あのー もしかしたらちょっとここまでは回らないなっていう方もいると思いますが、えー、と余力があればやっておいていただきたい問題が、えー、第18問ということになりますおそ、まあ、らく講義としては第18問まで行くことは次回ではないとは思いますが、えーまあ、自治会の講義で、えー、ここまで進むことは間違いありませんので、えー、一応指定問題としては18問までやっておいていただければと思いますであとですねその先々っていう観点からすると まあ次回の講義はその辺ですが、ちょっと2回先まで言っておくと、次がね第21問を予定しています。第21問、それからえ第22問、第,第23問、い第23問、その後第第25問、第26問。 まあそのぐらいにしましょうかねっていう感じですかねで一応ね第27問まではあの普通にあの一応指定しておきますので,で飛ばしている問題についてですねえ飛ばしている問題については戻ってえ最初から2週目っていうことでやりますのでえ1週目としては今申し上げたところについてやっていただければと思いますえ講義としてはえ次回の第2回は長くとも18番までしかいかないえ長くとも18番までしかいかないでえとその次のえ第3回の講義も長くても27番までしかいかない と思っておいてください。え長くてもそこまでしか行きません。なのでちょっと先出し先出しでやっておく方はぜひうまくペースメーカーとして使っていただければと思います。で、あとはですね本日のま問題とかは答案構成しっかりやってほしいんですが、まあ案についてはあの実際に私の方で今日第3問第9問についてまあ実際最初のうち書き慣れてみない見るのが大変書き慣れるのが大あの大切かなと思われる方はまあ実際にこの第3問第9問とかについてもう一回自分で書いてみて当案 のイメージを湧いてもらうっていうのとあとは今日の問題に関しては、まあ、やっといて損はないかなっていうのがちょっと第9問難しかったでしょ、えー、第9問難しかったと思うんで、まあ、若干あの問題として練習したらいいかなというのはあの第4問ですね、えー、第4問なんかはこの18年の休止の問題については、まあ、少しあ あの今日の答案構成を踏まえて、まあ、実際にあの文章化してみて書いて挑戦してみるというのは全然ありかなと思います、まあ、参考答案や今日の、えー、合格答案の、えー、答案構成を見ていただければと思います。ということで次回、ですね、えー、講義の方こんな感じで進めていきますのでっきも言いましたよ予習としては読んで分からなかったら分からないで大丈夫だからとりあえず読むことだけはやってきてもらってでいけそうであれば15分ずつ考える。 1>, 1問15分ずつ考えてこんな感じかなっていうような答案構成で答案構成についてはまあ今日私が書いたようなものでもっと簡略化でも構いませんのでまあ自分なりに考えて正午ではないけどどのぐらい自分が検討として十分だったかっていうのをすり合わせてそれでまあ復習してどんどん伸ばしていくっていう形になりますのでしっかりと実践的にね押さえていただければと思いますであとは通常私の入門講だけ取られている方はこちらのチェックシートの方が入門でも配られてますが合格 合格等は作成講座でも同じようにチェックシートの方はありますのでもしあの今日扱ったところの規範とかね権利外観法理とか忘れてるなとかね、えー、そういうところがあれば、まあ、こちらの方を参考にしていただいて復習に活用していただければといいう、うに思っておりますはい、じゃあそれではですね、えー、本日の、えー、合格等は作成講座、えー、民法の第1回の講義は以上といたします。それれでではお疲れ様でした